よろしくお願いします。なんで来たんですか？いや、まずここに来てみたかったんですよね。単純な興味ですか？はい、あの初めてのパターンだったんですよ。あのツイッター上で出してください。俺結構ツイッターそういうの使うんですよ。はいはいはい、あの人と絡みたい時とか、だからツイッターなかった頃って、あのアニメ関係とかゲームとか、はいはい、その音楽以外の人とのこう、知り合いの接点ないんですよね。それがなんかね、こう行ってみるもんだなっていうか、うん、意外なところで繋がったりとかして、うん、それが仕事になってる。合成映像ですかって言われて、そうですよ。ここにこういう人が来るっていうのがもう全くわからない。まあでもね、大月さん、ケンジさんとか、まあ、大倉さんが唯一の男子ゲストですよね。そうですね、はい、まさかですよ。すいません、なんかあのアイドルじゃなくて。何のもつか、なんでここ出たいと思ったんですか？いや、あのね、うん、あのいろいろ見たんですよ。そう、うん、あのゴーさんどんな番組やってんだろうと思って見たんですか？はい、ちゃんとあのちょっと不法にあのアップロードされてるもの、はい、問題ないです。僕はあの許すルールにしますよ。そしたらあの独特なエピソードを持ったアイドルの形が出てるじゃないですか。ちゃんと2時間フリートークを持つ人たちを呼ぶという。いや、素晴らしいですね、うん。で、見ていたら、あ、これはなんかいろいろと、じゃあ、ゴーさん自体も、あんまり会う機会も少なかったり、はいはいはい、以前ね、あの、仕事で、ナタリーでね、はい、ちょっとインタビューさせていただいて、その時以来だったから、うん、まあ、こういう機会を使っていろいろ話したいなと思っただけです。なるほど。まあね、基本夏の魔物とかでちょっと会って、ちょっと話するんですけどね。そうですね。魔物、僕、あの、出たの、2015年が最初あったんですよ。はいはいはい。で、僕、青森出身なんですけども、初めて聞く名前の場所で、うん、こんな山あんのみたいな。青森の人でもわかんないんですかね。あんま行かないですよね、うん、ガチな山の中ですもんね。なんか、ちょっとなんか、怖い名前ですよね、そこの山も。なんか事件でも起こるんじゃないかみたいな。で、HSMS っていう、僕とマース君と2人のユニットで出たんですけども、そこら辺からですかね、うんうんうん。あそこで立ち話した時点で僕もおかしなことになってるなと思いましたのでね。確かに。久石さんと並んで非常階段のね、あ、そう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 、ジョジョさんが暴れてんのを見るって。俺まだあれコンクリート持ってるんですよ。あの時のギャラいらないからこれだけでやるんだから。久石さんは何を一生めでながら見てんだろうみたいな絵にはなってたんですけど、はいはいはい、どうしても非常階段幻想ありますからね。ありますね、うん、ゾウログの奇病のジャケとか見ての。そうですね、はい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 、あれビス階段やってたんでしょ。そうです、そうです、そうですよ、の流れで来てて、うん、不思議な時代が来たなと思ってますよね。久石さんと並んで非常階段の話をしながら聖女を見てるっていう、ジョジョさんが暴れるのを見てるっていう。結構、うん、やっぱりあの時ビッシュも誕生したわけじゃないですか、はいはいはい、で7時8時台からベッドインが出てるみたいな、うん、すげえイベントだなと思って。でも俺、うん、成田大志くんのことすごい、うんうん、あの好きで、お頑張ってるなと思って。現在ね、非常に賛否両論の日の方が高まってることでおなじみの成田大地。どうだったんでしょうね。俺なんか本当に夏の魔物でしか会わないから、はいはい、2回ぐらいしか会ったことなくて。距離があると楽しめるんですよ。あ、近いと大変みたいですよね。うん、なんか借金がどう思うの。借金と、まあ、まあね、メンバーの切り方の問題だな、ね、あ、そっかそっかそっか、ね、会うたびメンバー違うもんな。近づかない方がいいですか。いや俺でももう十何回ですよね、やってんの、本当に、あ、なんか青森の誇りだなと思ってたんだけども、故郷もね、思ってたんだけども、だけどだから普通だったら絡まないような人たちで絡ましてくれたりとか面白いきっかけを作ってくれてるんで、いや、まず毎回そのラフィンノーズが必ずあの場所にいるっていうのもやっぱりすごいし、うん、うん、まあこの前の筋肉症状態も素晴らしいライブだったしな、うん、この前年末に青森だったんですよね。あ、そうですね。その時もやっぱりラフィン出てて、いや素晴らしい。で僕とあのオキテポルシェが同じ並びで話してて、はいはい、隣に眉村千秋っていうのがいるぐらいの状態の時にチャーミーさんがこっちに遊びに来て、で眉村千秋とチャーミーさんの接点がトイズファクトリーというか、あのトイズ作った立ち上げた人が実はラシンの元々担当でみたいな、稲葉さんっていう、その話をするみたいな。あ、なるほど。この間でこのメンバーの共通点なんだとか考えながら話を振らなきゃいけない。やっぱり時代をこう、ね、年号も変わることだし、超えるとこういった出会いとか、うん、こういった化学変化があるんだなっていうのは思いますね。だから俺もそうだし、うん、なんかあの時、まあビス自体はやっぱり今言うキュービスですね、はいはいはい、キュービスが出てきて、なんだこれはと思って、うん、
日差しさんとかにも衝撃だったんですか？衝撃でしたよ、ね、でも、うん、それまでアイドルってほぼなんか聞かなかったんですよ、うんうん、それこそでも Perfume はアイドルと言うとあれだった、まあ、スタートはアイドルだったけどって感じですね、うん、僕はドアイドル時代に接点があって、うん、広島も広島から出てきたばっかりの地下活動してた時代、パッパラーさんが作ったパッパラーさんからの後ですね。あ、そうですか。で中田康隆状態になったけども全然売れない。ああ、俺その時に、うん、あの 今もパフューム の、 あの、マネージャーと山本ちゃんが、はいはいはい、グレーのマネージャーだ。そうなんですよね、うんうん、山本ちゃんはあの、うん、何かっていうと、まあ、アニメ友達だったりとかして、うん、やっぱ車の趣味とかもあったりで、うん、じゃあグレーやってみるかみたいな感じで、うん、今激動の時代やってたんですけど、うん、ちょっと恐怖政治時代がありまして、グレーにも何なんですかそれあったんですよ、はい、今は平和だけど今はもう全然平和ですもうみんなもうドーピングを打ちまくりだからじゃないと、うん、この世は生きられないみたいな時にちょっと、うん、あの巻き込まれて、うん、やめちゃって、うん、でアミズ行ってみたいな、うん、でもアミズって良かったんじゃないかなと思って、うん、で久々さん聞いてくださいよみたいな感じで、うん、あの時なんコンピューターいいかな、はいはいはい、うん、うん、でなんかブレイク前ですね、うん、よく行くバーのトイレとかにポスターがあって、うん、これはどういうプロモーションなんだろうと思ってでもあの、うん、今までそういったテクノだったりコンピューターと女の子たちを混ぜるっていうのはなかったから、あ、面白そうだなと思って、うん、それからよくね ZEP とか行くようになって、うんうん、もう完成されてましたけどね、はいはいはい、その時そうなんですよね。だから1曲だけテクノっぽいパターンとかあるけども、あ、そうですね、全くがっつりやることがなかったんで、うんうん、あれ AC かなんかでしたっけ、 AC の CM きっかけでブレイクですね、うん、ただもっと細かく言うとブレイクのきっかけもう1個あって、業界の人に見つかったきっかけっていうのは、うん、オキテポルシェの結婚式なんですよ。オキテポルシェ、オキテポルシェの結婚式にいくつかお披露目というか、まあ、あのライブみたいなのがあって、あ、はいはいはい、その中で一つが売れる前の Perfume と、うん、あと僕とかの好きな梶木先生のお父さんの牧久先生の挨拶とか、いろんなものを混ぜた中に、要はテレビブロスの編集者とか業界人がいっぱいいる前で Perfume、はい、がライブやったんですよ。で、その Perfume ライブやっても前にガッツくの10人ぐらいしかいなかった状態だったんだけど、それ見てブロスが連載オファーしたりとかに繋がっていったっていう、なんかいろんな、うん、こうトラブルが、うん、木村カエラさん の、 そのラジオだったりとか、うん、ありましたね、うん、ああいうのやっぱり恵まれてる人っているんだなっていうのはありますね、うん、でアイドルの話に戻ったその、うん、パイムが、はいはい、とかあと、うん、ももクロだったり、うん、ベビーメタルが出てきて、うん、なんだか表面では伝わってこないけど、うん、すげえことになってるなっていうのは分かってたんだけど、そこで前アイかな、うん、前あのビスのミュージックビデオを見て、うんうん、なんだこれはという、うん、まず儚さというか、うん、削ってる感じというか、はいはい、そういうのがすごく、まあ、平たく言うとエモく感じたっていう、実際ね、うん、実際もう精神削られながらやってたから嫌でも出るんですよね音楽にそう、それがもう2011年とか12年とかで、うん、俺 Facebook 辿ったらその時 の、うん、あの投稿とかあって、うん、それからですねやっぱり、うん、この前あの僕あの10年ぐらい CS で番組やってるんですけど、うん、そこにギャングパレードの急にみんな来てくれたんですよ、はいはい、で話聞いてるとやっぱりキュービスですねみたいな人が多くて、うん、やっぱ彼女たちはすごかったんだと思って、うん、坊さん、はい、あの時どう見てました？僕だからキュービスの最初のトークイベントのゲストが僕だったんですよ、言い出すとだからそれこそプールイさんソロ時代から見てるし、ああのアルバムが全然100枚売れなかったって言われてるのをちゃんとリアルタイムで買ってる人間でもいいみたいな、うん、流れをずっと追ってて、そうなんですか、だから渡辺さんのいい面悪い面見てて最初はだから反発もあったんですよ、あの追い込みすぎてるみたいな、でも結果的にね、あれぐらい予算かけない大手のついてないグループがあの位置まで行ったのは奇跡だし、これは完全に渡辺さん僕はもう敗北を認めてる、渡辺さんはすごいですという今はもう素直に評価してる状態ですね、うんうん、だからやっぱりなんだろう、あのミュージックビデオを見て、うん、曲っていうよりやっぱりインパクトがドーンと入ってきて、うん、まあ、そのこのグループにかける心、うん、心とかそういうのがすごいんだなと思って、うん、なんかアイドルがすごいことになってるんだなっていう印象があって、うん、でそこから曲がやたらいいとかいうところにまず向かったんですよね、はいはいはい、うん、でそっから、うん、まあ、あのプライマル2っていう曲にギター弾いたりすることもあったりとかあったんだけど、そっからすぐにね、あの、うん、
解散しちゃったんですよね、はいはい、解散、まあ、解散に向けてひたすら突き進む感じでありますからね、うん、しかも武道館できなくて横割りってすごいですよね、はいはい、俺横割りがツアーと被って行けなかったから、うん、なんかそのツアーの流れの、うん、キネマクラブかどっかに、はいはい、うん、サグのイベントでやってた時に行ったんですよ、うん、それがビス見るの初めてで、まあ、後半だったんだけど、うん、もう鳥肌が立つぐらい興奮して、うん、へまだやっぱりこう、なんだろう、ダイブとか、うん、サーフとかしてるような頃だったんだけど、とにかくまあ、うん、ウイカちゃんとかね、うん、まさきちゃんももうボーカル力というか、すごかったなと思って、うん、みんな頭おかしかったんですよ、うん、あのメンバーも客もみんな追い込まれてみんなおかしくなって、うん、もう解散でもう死ぬぐらいの勢いでみんなやってるから、うん、そうですね、うんうん、でも解散ライブ何がしみじみしちゃって、僕解散ライブにガーゼのメンバーいたっていうのが、横割りにすごいなっていう、うん、いろんなものがリンクしていく感じがしてじゃあそれこそ夏の魔物もなんかそういった意味ありますよね、うん、リンクしてる感じ、アイドルとパンクが今でこそ普通に共演してますけど、当時は全然なかった時代に最初に混ぜたのが夏の魔物って感じですね。いやすげえなー、うん、出たいって言ったもんな俺あれ、うんうん、去年はまああの新宿、はい、お台場でやったのは、はいはい、ゲストとして出たんですけども、はいはい、うん、お台場もね、裏はゴタゴタでいろんな人が成田大地に怒ってましたけど、うん、よく見る光景ですよね、それもうまずね、あの、うん、イベント、魔物前になると、うん、成田くんが捕まらないっていう、マネージャーが怒るっていう、はいはいはい、連絡が取れない大丈夫じゃねとか言いながらまだお台場でやるのは楽ですけどね、まあ、移動が楽ですからね、もう青森とかね、うん、もう目隠し運転してるような状態と思うの、うん、僕もだから今年初めて飛行機で行ったんですよ。今まで車だったんで、杉崎ジェイ太郎先生の車で、だいたい14時間ぐらいかけて移動っていう地獄だったんですよ。そして見たいライブが見れないっていう見たいライブ朝8時ぐらいスタートなんで、到着12時ぐらいなんですよ。だいたい終わっててっていう。そうですね、うん、しかも帰るのもこっちは鳥まで見たいのに、うん、混む前に帰りたいっていう空気がみんなの中にあって、俺も先に帰ったもんね、うん、大変だったんですよ車だと、うん、そうだ、全然関係ないですけど、はい、プレゼントありますよ。あ、うん、なんと、まあ、あまり公式にはあれですけど、僕本当にブートの T シャツ買うのが趣味で、あの好きなブート T シャツ、あの宝島ザ・パンクスの T シャツ買ってるし、なんだこれやばいですよね。あ、ブート、ブートあるんですね、海外ブート。びっくりした、 ありがとうございます。あのザ・パンクス大好きで、やばー、これはこれあの函館のね、あの長瀬警戒ということで、うん、宝島社のカセットブックを買いに行ったんですよ、うん、僕は、はいはいはい、母親と一緒に伝説のカセットブックで僕大好きな、あれ CD になってますよね、確かも。あ、 CD はないですね。まだなってないですか。ないんですよ。いや、権利関係がデリケートらしくてもう衝撃を受けたんですよ、函館の片田舎で、うん、わかります、ありがとうございます、うん、すいません、 僕からもあるんですけども、あ、おう、これ、私のスタジオのスパイクレコーディングするところから、はいはい、あのまあ、グレーのグッズなんですけど、ね、はいはい、パーカーを出しまして、はいはい、ホタテシティールが入ってたんで、はいはいはい、いただきます、ありがとうございます、はい、まだまだ冷える日が続いてます、うん、あと M もあるんですけど、うん、なんかプレゼントとかしますか、ね、プレゼントあるんですか、初めてです。プレゼント、はいはい、やります。コーナーとかあっていいんですか、はい、一回やりました、やります、はい、M です、はい、あげます誰かに、はい、ランキングが1位の方にプレゼントというか、ランキングの1位、あ、何ランキングですか、これもまたデリケートなやつですかね、いや、まあ、はい、コメントとかしていただいたい、はいはい、あの星投げたりとかそういうのでランキングがコメントしたりとかで1位になれるんですよね。一番高いの投げた人とかですか。まあ課金をしないでも1位になれるんですよあ、そうなんですか課金するとデリケートな、あー、これデリケートなんですけどね、はいはい、金持ってるからね、うちのうちの金持ってるからね、あ、おんないですよ僕はあ、そう、あの、それなら買いますからね、普通に。売ってないやつですか、もしかして。函館に行くと買います、うん、なるほど、なるほど、はいはい、通販もあったか、はい、ちなみに僕はあのね、これまたブートのグレートパンクス、おー、グレーパン、あの、え、あるんですよ、この怪しいブートが山ほど海外に。最近僕買ったのはあれですよ、押井守る天使の守、天使の卵 T シャツから、ね、うわー、やばい、はい、いろいろありますよ、ネズジンパチさん
やばいです。いやこれすごいですね、うん、こんなの見たことないですよ。ユース L サイズ、うん、うーんそうです。はい、え海外まあ作れるっちゃ作れますけどね今だったらね。あまり大きな声では言えないんですけど、こういう趣味が現在いや本当に、うん、俺あのギター始めたのが、うん、中2か中3ぐらいで、うん、その頃ってもうあの MTV だったり、うん、80年代だから、はい、音がすげえハイファイなんですよね、うん、でギターがすげえ奥でカキーンってなってて、はいはいはい、まあハードロックとかメタルもいたんだけども、うん、なんかギターって難しいなとか思いながら、うんやめよっかなとか思いながらいきなりそこで心が折れそうになって折れそうになった時にこう、うん、パンクムーブメントと出会ったんですよね、うん、あこれすごく失礼な言い方だけど、うん、俺でもできそうみたいな。でもパンクは完全にそれですもんね、うん、あので俺にでもできるが一番重要だ、うんうん、ですげえ魅力的なその、うん、ボーカリストボーカルだったりとか、うん、なんか何言ってるか分かんないけど、うん、すげえ伝わるっていうキャラの強さとファッション性さえあればあとは勢いみたいな、うんうん、それでもう高校入ったらすぐパンクバンドやろうっていうことに決めたんですよね、うん、そうで北海道のパンクっていうか、うん、音楽情報って、ねうん、もうねじれてて、はい、やっぱ海渡ると違うのかなみたいなメタルとパンクがまあ一緒なんですよね、まあ、大体あのオフィテポルシェからもいろいろ聞いてて、うん、あそうですか。オフィテポルシェのルモイっていうところもやっぱ特殊な、ああの同級生がほとんどハードコアパンクやってたとか学祭がちょっと音楽の情報がやっぱり歪んでるんですよね、うん、ボーイ率が低かったみたいな感じで、函館は、ま、バランス良かったかな。パンクいてメタルいて、うんまあ、普通にレベッカとかボーイとかもいたし、うん、パンク率は高かったと思いますね全国的にも。そうですね、おそらく、うん、僕はやっぱりメタル全盛だったんで、うんうん、メタルってどこら辺ですか。なんだろうな、アースシェイカーが多分一番人気だったところですよ。シェイカーいいっすよね。みんながモアのカバーやってた時代。そうです。どこの家行ってもみんなそれ弾くっていう時代。俺もジャパメーターはかなり聞いてたけど、うん、やっぱりアンセムが一番好きでしたね。わかります。周りはみんなアンセムですね。あ、本当に。うん。鋼鉄の、はいはい、グレードもカバーしたことあるんですよ、実は。みたいですね。うん、全然。誰にも刺さらない、うん、そりゃそうだよなと思ってこんなかっこいいのいいとか思って、うん、でその、うん、まあそれこそフラットバッカーだったり、はいはい、大好きかっこいいですよね。で、うん、ファストドローがいたりとか、はいはい、大好きですやたらみんな メイクしてるわ、髪立ててるわ。でもパンクと混ざってるんですね、完全に。そうですね、うんうん、だからまあ後のそのイージーオーにもつながるような、うん、後にメイクは落としましたけど、はいはいうんそういった北海道メタルみたいなものがすごく好きで、うん、結構キャッチーだったりとかするんですよね、はいはいはいうん、いいですよ、わかりますよ、うん、あのスターリンとハードコアパンクとメタルを混ぜましたみたいなセンスっていう、最高っていうで、ちょっとなんかこう、なんて言うんだろうな、うん、エログロみたいな、こういうおどろおどろしい感じがあったりとかして、うん、それがすごく魅力的で、うん、で、こんなことを東京アンダーグラウンドとか、うんうん普通にやってんだろうなっていうので、うん、音楽から、うん、あの東京への憧れに変わったんですよ、うん、とにかく新宿ロフトに行きたいとか。ロフト幻想ありましたよね。ありましたね、うん、まさかロフトがアイドル箱になるとは誰も思ってなかったですよね確かに、うん、なんか市松模様のステージがみたいな、はいはいはいまあ、宝島読んでるとね、そうしても、ね、陣内がロフトに帰ってきたみたいな見ながら俺宝島と一緒にあの、うん遠いというあの上白石先生の漫画が好きで、ロフトから日比谷に、うん、あのニアが、はい、こんな近くにとか言って、うん、あ近いんだと思ったら、うん、来たら全然近くなかったっていう漫画上の設定だったっていう僕は遠いもそうですけど、レイディオクラブっていうあの間違ったパンク漫画があったんですよ、うん、レイディオクラブっていうヤンマガで、まあ、パン完全なパンク漫画なんですけど設定が違えてるんですよ、パンクが箱番で、ディスコの箱版のパンクバンドが主役で、あのライブハウスバトルみたいなのをやりながらなんか戦っていく、ま、物語なんですけど、へ当時の山が狂ってたんですよね。パンク漫画連載してるから CD のレコードですね、当時レコードのプレゼントとかもやってたんですけど、はい、なんかバップと提携してたから、はい、普通にやっぱりハードコアカオス UK とかノイバウテンとかそういうのとかのノイバウテンあのレコードのプレゼントが普通に山がで行われてた時代ってのがあって、いいですね、なかなか異常だったんですよ高島はそのがエロ本になるとも思ってなかった。そうですね。これもだから僕が多分責任感じてるのは、うん、僕が宝島の仕事をバンドブーム期に始めるんですよ。うんうん、ヘンプロに入って、うん、で
僕が宝島に関わりだしたのが、まあ、バウをずっとやってたんですけど、バウの手伝いで、だんだん要はバンドブーム期からエロ本になっていく時代のお手伝いをしたのが僕なんですよ。テレクラ特集号とかそういうのをやってエロ本化するきっかけ作っちゃったのが僕で、うーん、なんですけどね。でも時代に沿うというか早かったんじゃないですか、うん、そうですね、うん、だからバンヤロ編集部とかも出入りしてたし、あの時代バンヤロ編集長、うん、吉田さん、ポイズンアート、そうですね、ポイズンアートです、うん、現在は、アイドル&リードというね、あアイドル雑誌の編集長になり、そうですね、うん、やっぱり通じるものがあるんですね。しみじみしますよ、仕事で会うたびにポイズンアートの話してます、うん、大好きなんでバンヤロもよく出てましたね。そうですね、あそこいるんだ、そうなんですよ、うん、しみじみしますよ。だ本当近いところから出てきたというか、近いようなバックボーンを持ってる人だっていうのは前にインタビューした時も散々話したんですけど、はいはいはい、同じような音楽遍歴をある時期まではしてきて、はいはい、全く違う人生を歩んだ2人っていうだからもう、うん、タクローとうちのリーダータクローと、うん、東京に来たらここでライブやんなきゃいけないんだよとか言って、うん、あのアンティノックとかでやるんですけど、うん、他パンクなんですよね。アンティノックは完全にそっちですからね、で俺らなんかふざけたビート系みたいな感じだったから、うん、しかも演奏下手で、うん、曲は今と変わってなかったんだけど、うん、まあとにかくひどい目に遭いましたね、うん、俺らの選択が、うん、やっぱりダメじゃないですか、そういうバンドが、うん、ね、あの出ちゃう、まあ、向き不向きがありますからね、うん、そうですね、当時はまだ特にあったと思うんだけど、うん、一番凶悪だった時代ですね、アンチノックなんて、うん、あの90年代、80年代末ぐらいのアンチノックとか、そうですね、僕のアンチノックの思い出が、当時ミニコミやってたんでよく出入りしてたんですよ、はい、うん、で、シュラっていうミニコミで写真展をやることになって、うん、ビラをそれ貼りに行ってこいって言われて行ったんですね、うん、でそれが片面がいわゆる、なんだろうな、トランス系というか、まあ、ビジュアル系の元祖みたいな人たちが、スタグナなんだとかで、片面がハードコアの人たちの写真を、まあ、いわゆる無許可で多分写真展をやる、はい、まあ、一応こういうあるからみたいな感じ でそれを貼りに行ったら、当時、まあ、すごい怖かったグールのまさみさんというグールというハードコアバンドの、まあ、右腕のないことでおなじみの腕っぷしの強いモヒカンの人がいまして、はいはいはい、その人の写真も使ってたんですよ、はい、でそれを貼りに行ったらまさみさんがいるんですよで僕のビラ見て、お俺いるじゃねえかって言って、でもまあフレンドリーで、あそうなんですか、やらせていただきますみたいな感じ でガムテープ借りて壁に貼って、いや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 、で下に降りて行こうとしたら、もうなんかさっきまでのご機嫌だったまさみさんじゃなくなってるんですよ、うん、あのちょうどその時期にスタンガンを買ったらしくてあのいろんなパンクスがスタンガン打たれてビリビリしてるところで骨になってるああってどうしようと思ってガムテープ返しに行ったらガムテープ投げつけられて逃げるように帰ったっていう思い出が僕のアンチノックですそれ以来あってないですか。それ以来ですね。89年のアンチノックはそういう時代でしたよ。確かに怖かった。うん、いやでもそこにグレーが出てたっていうのが奇跡なんですよ。そういう時代に知らないって罪ですね、いろいろと知らないって、うん、そうなんですよ。だからもう、うん、とにかく、うん、大月健さんが、うん、オールナイトニッポンで、うん、ジャム新宿ジャムの話をしてて、はいはい、あまりにも声援がなくて、うん、あの換気扇のカラカラする音が聞こえたとかいう演出を聞いて、うん、絶対ジャム出たいと思って、それでもうだから聖地巡礼なんですよ、うん、なんてことない高いお金を払った、うん、まあ、オーディションとかあったんですけど、はいはいはい、うん、でもまあ当時はやっぱり本当にビジュアル天国だったんですよ。もうビジュアル系ばっかり多かったし、はいはい、ロフトとかも普通に出てたし、うん、だからまあまあ活動はしやすかったと思うんですけどね、出やすかったというか X のブレイクでだいぶ流れ変わりましたもんね。そうですね、うん、うん、まあ YOSHIKI さんもね、うん、あのメタル、うん、ビジュアルハードコアをね、うん、こうまとめた大将としてはやっぱね、当時だからパンクとメタルって仲悪かったですけど、うん、X がうまかったのはやっぱりハードコアとの交流によって、うん、あのそこは誰も否定しないというか、うん、普通にあのコーラスで凶悪な人たちが参加してるから、ね、スペシャルサックスすげえたくさんあるみたいな、うん、LOX も僕見てはいるんで、あー懐かしい、まあ、X はリスペクトみたいな感じの、うん、状態になるっていう、その時代 俺ら知らなくて、うん、あのいわゆる怖いエクスタシーレコード、怖いエクスタシー怖いエクスタシーレコードを知らなくて、うん、みんなもう巣立っちゃって、うん、はいはい、もうガラーンとした状態の中で、うん、まあ、グレーが入って、そっから
すげえポップな時代が訪れるんですよ。だからすごく平和な時代しか知らなくて、そうなんですよって、あのルナシーのメンバーに話したら、Jさんが、俺が止めてたんだよって、Jさんかっこいいよって、ありがとうございますやばかった時代を知っている世代。なんかまあ噂だろうと思ってたけど、意外と本当だったりとかして、それがですよね。X はだから幻想じゃないんですよね、本当にいろいろやってた人たちっていう。いや結構それからいい先輩がいて、平和な時代が訪れるという話だったんですけど、僕がカラーのダイナマイトトミーさんも仲いいんで、あ、そうなんですか。そうなんです、しょっちゅうそういういろんな話を聞くんですよ。あ、はい、ハイボールにしてます。はい、了解です。ちょっと改めて、あ、もう一回プレゼントのパーカーを見せてください。開けましょうかですね、僕の方出しますよ。これ背中にあの去年函館の野外で行った衣装のモチーフがここにドンと入ってるんです、はいはいはい、という感じですかね。ありがとうございます。はい、すでにもプリントがありという感じです。はい、本当はこれ XL でいいですよね。まあ、何もダメないです。ありがとうございます。はい、でこちらは本当に視聴者に、あ、もちろんです、全然、はい、まだ開けてない M です。俺が来てちょっと緩いかなっていうぐらいです。お願いします。この部屋入ってすぐにここに座ったんで、アウターとか俺普通にここに置いてるんだけど、そんな感じですけど。ゆるゆると。ね、iPhone、iPhone 一つで撮影することにね、衝撃受けてましたもんね。びっくりして。まあ確かに優秀ですけどね、iPhone は。ゆるい番組なので。いや、ここ出るにあたっていろんな、よく事務所が許しましたよね。いや、もう俺らがやりたいって言ったら、ああそうですかみたいな感じで、あまりひどいものではなければっていう、そうで、プールの回とかいろいろ見ましたよ。あ、そう、2015年の魔物でプールと一緒にやってるんですよ。はいはい、見ました見ました。あの時、まだバンド時代ですね。そうですね、ルイホロの頃、で、その前に、あのずっと好きだって言って、あのインタビュー対談したのがあって、あの頃ね、いろんな人と対談したんですよ。それでローリングストーンでプールと対談したんですよね。その時初めてだったのかな。で結構なんか、まあ郷さんのそのデストピアのプロモーションの時もそうだけど、割となんかじゃあただのプロモーションでつまんないみたいな感じで、のこくんとかと一緒に話したりとかして。あのぐらいの頃からなんかいろいろと話したいなと思う人がいて、でそのプーリと2015年やった時、あ、真面目だねあの子はね、あの伊沢さん一回リハーサルやっていいですかみたいな都内でリハーサル3人でするみたいな、できんじゃない大丈夫じゃない プライマルだよって、いや一回だけ一回やって帰ってそうそう、そんな感じでかなり自由が効くわけですね。うん、一番心配しましたね。そしてあの衝撃がすごいありましたよ。あの前回のゲストの方々とかもゲストの事務所の人が一番驚いてましたよね。はい、次回のゲストはね、あのグレーの下下の声出てましたからね。えぇっていう。そうですね、俺も今年でデビュー25周年とかで、結成してからもう30年ぐらいやってるんですよ、なんだかんだで。最初に僕が久保さんに会ったのが、綾小路翔さんの誕生パーティー。ああ、そうです、そうです。に、そうだ。なぜか翔さんに呼ばれて、僕そういうの全然行ったことないんで、知り合い全然いなくて、とで、肥後美シャスさんに声かけられてみたいな、あとまちゃまちゃさんぐらいしか面識ある人いなくて、ね、俺はなんでここにいるんだろうみたいな思ってた時に、ばったり会って、中央線の匂いがするみたいな。そうそうそう。ばったり会って、グレーだなと思ったら、声かけられて、あのグレーのメンバー全員郷さんの人間国宝を読んでるって、なんでと思ったっていうのがその一番の衝撃だったっていう。いや、うちのメンバーはそう言ってみればまあ、どっぷりですよね。もうそれこそ、もう宝島バウだったりとか、あの世代なんで、そういう文化バンヤロー、まさか読まれてると思って書いてないですからね、こっちもね。昨日吉田郷に会ったよって伝わるのかそれっていうぐらいに思ってたんで。確かにありましたね、そうだ、あの時アヤマンとかもいましたよね、そういえば。
そうです、うん、その辺はまだ設定あるんですけど、うん、他が本当にもう未知の世界だったんで、確かに時に出会ったのが久さんで、うん、おしゃれなクラブで、そうですそうですそうですあ、そうだった、うん、そこからちょこちょことライブとかで会うようになる、そうですね、でも本当時代が変わったと思ったのが去年の武道館アイドル博ですよ、うんうん、あの武道館アイドル博って知ってます？あ、うん、詳しくは知らないですけど、武道館に大量のアイドルが1000人近いのかな、はい、ものすごい数のアイドルを集めて物販だけするという、あ、パタさん出たやつですか？そうなんですよ、あ、はい、要はあのダイナマイトトミーさんがやっていて、なるほど、イベント自体、うん、でダイナマイトトミーさんに騙されてパタさんが あの8時間のアイドルとのトークあれだって俺なんか配信見たんですけど、見たんですかあれ、見たあ、だってあの普通にステージじゃなくて、そうですアリーナでやってましたね、そうですなんだこれはと思って、うん、なんか普通にあのなんか、うん、剣道の試合みたいな、そうですそうです、あの色の照明で、うん、あの全くそういうところに予算はかけてないんで、ただの物販のイベントなんで、トミーさんやるな、そこにあのずっとこのパタさんが俺はなんでここにいるんだっていう空気を、俺もキャスティングをなんかツイッターかなんかで見て、うん、パタさんパタさん好きだっけな、こういうの何の興味もないですよ、うーん、控え室で会った時点でぼやいてましたから、俺はなんでここにいるんだってコウさんも僕もいたんですよ、ああそうです、僕はパタさんの刑をずっとしてたんですよ正しい、パタさんはねこんなことしないと武道館立てる人なんですよっていうそうですよ、で偉いのがやっぱり XJAPAN のちゃんとしたファンの人が5人ぐらいフラッグとか持ってずっと見てるんですよ、うん、8時間パタさんの配信を、へえ、偉いなーっていうパタさんと一緒にずっと最後まで頑張ってて、へえ、うん、あのトミーさんといえば、うん、フリーフリであの、声優さんがパンクナンバーを歌うっていうアルバム、バンコレ、ああ、あれフリーフリなんですか、あれフリーフリじゃなかったっすか、あれ僕大好きですよ、あれいいんですよ、うん、エクスプロイテッドのカバーとかモメハルコがやってる、うん、最高のアルバム、フリーフリじゃなかったっけ、うん、誰か教えて、大好きですよすごい作品、フリーフリだってなんです、うん、それ見て、あ、うん、なんかトミーさんもやっぱりさすがだなと思って、今手掛けてるね、トゥーラブっていうアイドルグループでもニルバーナのカバーさせたりとか、どこかで何かやらかそうとしてはいるんですけど、でも衝撃を受けたんですよ、あれも、あのトミーさんが何者か知らないオタが今あのトミーさんがチェキとか撮っててトミーさんにダメ出しとかしてるらしくて、お前ら誰だか分かってるかこの人だって本当に怖い人だぞっていうあーなるほどねそうなるか、トミーさんがチェキを撮る時代が来たっていう、ダイナマイトトミーさん、ずっとだから僕武道館のアイドル博の時にトゥーラブってグループが来るたびに、トミーさんどんな人ですかって聞いて、優しいお父さんみたいな人って言うたびにトミーさんは本当に怖い人ですよって俺激突が好きで、あーカラー大好きですよ、うん、部屋に飾ってました、うん、トミーさんっていうのは分かりやすく言うと、中学卒業した後に家の前を通る悪い人から通行料を取って生活して、そんなような人ですよっていうあのヤクザになるかバンドをやるかでバンドを選んだ人ですみたいな西のフリーユル東の、うん、エクスっていうね、本当に怖かった時代トミーさん本物ですよ、いやでもカラーは、うん、あの函館に来てくれたんですよ、うん、金森ホールっていうライブハウスに、はい、で俺らなんか友達と、うん、スタッフのふりしてなんか楽屋とか入って、うん、なんか必要なものありますかとか言って、うん、ただのファンとしてファンとして、でも優しかった、うん、本当だからトミーさんがアイドルに絡んでることから何からすごい時代が来たと思ったら、そこにパタさんまで絡まれたっていうすごかったです、だってパタさんが何かゲーム大会に優勝するとパタさんとチェキを取れるって企画を3回ぐらいやって、パタさんがアイドルとハートマーク作ってチェキ取って僕が欲しいよそれっつって世代的にはやっぱりね、うん、そうですね、超高まる、でパタさんはなぜあの僕のことも全然分かんない状況だったんですけど、パタさん実は僕あのトシさんもタイさんも取材してまして、うんうん、あの VRX というこの前公開された映画あれに僕の音声が使われてましてみたいなラジオでしたっけ、そうなんですよ、あみたいに驚かれてっていう流れに、なぜパタさん知らないんだろうしょうがないですよ、あれ何のクレジットもないですけど僕も知らない、試写会行った人が驚いたっていう、あれ、うん、グレーも撮ったんですよ実は、そうなんですか、うん、えコメント、いやなんか、うん、料亭みたいなところ借りて、うん、やっぱりグレイアップしてくれた YOSHIKI さんってことで、うんはいはいはい、全カットですよあれも、へー、まあまあ長回しだったんだけどなグレイがカットされてなぜ僕が生きてるかタクロだけ使われたのかな確かに、あーなるほど、うん、へー、
いや俺もあの We Are X 見に行きましたね。いい映画でしたけどね、うん、短くまとまった。でもやっぱり俺ら活動してる間と重なってるからすごく感慨深いというか、うん、それこそヒデさんの亡くなった件だったりとか、うんうん、ヒデさんがこう、うん、However っていう曲を見つけてくれたりとかして、うんうん、もうヨシキさん、ね、忙しすぎてねデモテープとか聴く時間なかったと思うんですよね、うん、そしたらヒデさんがこのバンドいいよみたいなことで言ってくれたのがヒデさんだったんですよ、うん、ヒデさんは僕接点なかったですけど、うん、お葬式が行きましたね僕、うんうん、お葬式で死にかけましたよ、うん、本当に将棋倒しになって。いやマジですか、うん、あすごかった。タイジさんの取材を2回やって1回目が本当に面白かったんですよ、うん、ちょうど足怪我されたことで何でも話してくれてかなりごたごたなことまで、でマネージャーさんがちょっとあんまり昔の話ばっかりみたいに止めた時もいいんだよ、あみんなこういう話が聞きたいんだからって言って全部話してくれて、素晴らしい、すごい良かったんですよ。ところが2度目の取材が大変で、うん、なんだっけな、とある番組あの DVD にするための深夜番組の企画で、うん、昔の話をするっていう完全なそういう企画だったんですよ。でも僕がその前にインタビューした時にタコモカする時に、はい、今やってるバンドでもう一回インタビューしてほしいって言われたんですよ。で今の話をしたいっていう、ただそれだと単行本のコンセプトと変わっちゃうから、うん、残念ながら不掲載になったっていう流れがあって、うん、だからそういう人が昔の話する番組って出て大丈夫なのって言ってたら、案の定いざカメラ回ったら昔の話をしたくないって言っているタイジさんと昔の話をしなきゃいけないという状況下での1時間のバトルっていう結構な大変なことになって、うん、誤差でもダメでした。それは全然ダメでしたよ。もうなんとか映像も止まったりとかしながら、うん、で最終的にはタイジさんに中指立てられるという、うん、で何が悲しいってそういう流れがあったっていうのを知らないでそこだけ映像が YouTube とかに上げられるじゃないですか、うん、年に1回ぐらい吉田郷許さないみたいな太一ファンからの書き込みが、うん、違うんですよそういう流れがありましてってあーそっかー嫌がってんのにこんな話ばっかり聞いて失礼だみたいな、違うんですよそういう番組でっていう。えそれ太一さんいつの時代でした？亡くなる直前ぐらいですよ。あ、うん、まあ和解する前ですね。一番吉木さんとギクシャクしてたぐらいの時期、うん、なんでだから昔の話一番したくない時期だったんですよ。大変でしたっていう愚痴をトシさんとかにもしたんですけどでも最後和解できて本当に良かったと思うしみたいな。うん、本当にエクサシーレコードはもうなんていうんだろう、ファンっていうか、うん、もう憧れ尊敬してる高校の頃から聴いてたバンドがたくさんいるレベルっていうところで、うん、昨日までもう本当にコンビニのレジ打ちしてたのにいきなりエクサシーレコード行ったりとかして、うん、もう最初はもう喜びしかなかったですね。あの時代だから本当にパンクが一番下火になったというかバンドブームでビートパンク全盛で、うん、いわゆるちゃんとしたパンクがなくなりつつあったような時代でハードコアとかあるはあったけど、うん、世界的にも弱まってたんですよね、うん、日本版が出るのがトイドーズラモンズぐらいの時代で、うん、ビジュアル系に流れるのもしょうがないっていうか僕もだから半分ぐらい引っ掛けたぐらいの時期だったんでなんかカテゴライズが例えばトランスとかっていうものが、うんうん、ビジュアル系みたいなみんなグッと出すじゃん。だからやってるフールズメイトがああいう風に流れるのも本当わかるんですよ。フールズメイトね、そうですね、うん、確かに元々パンクとかトランスとかを使った雑誌が、うん、だんだんビジュアル系雑誌になっていくのもそうですね、わかるんですよ、うん、時代の流れとして、うんうん、だからちょっとそのビジュアル系がなんだろうな、まあいつの時代もそのアイドル的なものであったけど、うんまあ、クイーンとかもそうだったかもしれないけど、うん、そういうところで言うとやっぱり、うん、よしってでかいんだなっていうか、でかいですよね、うん、そういうことを気づかされてくる、うん、させてくれたというかね、うんうん、僕もだからあんまり表で言ったことないですけど一回ハノイロックス的なバンドにスカウトされてやりかけたことはあるんですよ。何をベースを軽くはやってたんで、外見だけでスカウトされて、うん、ただ練習まで行く前に僕はクビになりましたけどねあの家で軽く合わせた時点でこいつベース弾けないって言われて全く向いてないんで僕忍び先生だったら入ってたけどねパンクなら対応できてもっていう俺もハノイロックス大好きで、うん、いつだっけな俺、うん、いつだっけなブリッツ、うん、どっか
久々の来日の時とか見に行きましたね、うんうん、あとピストルズの再結成も行きましたよ。武道館行きましたね、うん、武道館も散ったもん。おっさんばっかりでしたね。全然見とこなかったですけどね。でも俺、うん、まさかあのセックスピストルズが見れると思ってなかったから、うん、ちょっと感動しましたね、うん、あなんかみんな上手くなってるとか音が良くなってるとか僕はその時期に友達を騙していろんなライブに連れていくのにハマってて、あの何とも言わないで飲み会だからって騙して連れてきて、その中であのこんなとこで飲み会あるわけないだろって言ってるのを連れていくシリーズの多分一番があの武道館のセックスピストルズだったんですよね。それでもだからアンチノックのいろんなライブに連れてったりとか騙して、新宿だったら騙しやすいんですよね。最初って90何年でした？96年とかでしたっけぐらいですかね。そうですよね、うん、金儲けのためにやるんだって、うん、たくさん飲み始めましたね。みんな飲んでますか、うん、飲んでね。スタートから飲んでるのがまだ初めてですから、ね、女子メインなんで、女子でも飲んだ人が多分今まで3人ぐらいしかいないんで、こんな完全に男子と飲み会を放送するのが初めてのパターンなんで、しかも久さんが初めてのパターンなのが、この後も飲みに行きましょうって最初から言われてるっていうのが初めてのパターンですよ。もうそのためのこれみたいな打ち上げのためのライブみたいなスミペ、そうですよ、上坂すみれさんはガチ飲みしてましたけどね、うん、面白いですよね、上坂すみれさんって。おう、あの去年のポップテピビックのイベントで一緒にやったんですけど、うん、ギター弾いて、あまあ、あの俺があの弾いてみたっていうので、うん、ワンコーラスカバーしたりしたきっかけがあって、うん、ポップテピイベントあるんでみたいな感じで、うん、完全なシークレットで出たんですけど、で上坂さんって本当に上辺だけの情報しか知らなくて、うん、バックヤードみたいなところで、うん、もうなんか設立もうこの会場作る前から咲いてたんじゃないかっていうぐらい、うん、花が上坂さんがいて、うん、あ上坂さんだと思って、うん、さすがに何か話そうと思って、うん、ロシアとか好きなんだよね表面的な部分から、うん、旧ソ連ですみたいなのって、でもう本当に、うん、あすごくおとなしい人なんだなと思って、うん、本番始まったら、うん、もうすごいこう、うん、あエンターテイナーだなやっぱりみたいな、うん、すごいあのやっぱりステージ上がると全然違うな、すげえ喋るしみたいな、うん、人見知りなんですけどそういう場では別になれる人ですね。だから僕もだからイベントとかでものすごいスイングして、この番組でもスイングしたけども、その後会うと必ず毎回リセットされて、あのギクシャクシャ感じがあるんですけどねあ上坂さんだなっていうまたリセットされてる。なるほどね取材の時とかに会うとあそうなんですね、よそよそしい感じから始まりますから、ね、もう1万超えた、すごい。1万人がだいたい2時間で1万人超えるのがいつも目標なんですけど、40分で超えました。さすがです、最速です、はい、最速でした、はい、そんなね、そう結構、うん、もう一人の吉田久典、日本放送の、ね、日本放送の、はいはい、か見込み出るたびにいろいろなんかイベントとか誘ってくれたりとかして、はい、そこでなんかね一回だからあれ見まして代々木であ、はいはいはい、はい、ギター弾いてるの弾きました、うん、アニメイベントの時、はい、こんなアウェイ感強いけど大丈夫かなと思ったら、うん、優しいねみんな、なんか優しいねみんなすごいなんか、うん、いろいろ応援してくれて、それはあの自分たちの好きなものをちゃんと好きでいてくれて、あなるほど、リスペクトある人には敵意は向かないですよね、うん、うん、いいように利用してんじゃないなこの人はっていう、あなるほど、うん、見ましたよ、ももクロと、あそうです、生うどんと久しぶり、あそうそうそう、すごい対バンだなと思って生うどん、あいつらもうやることないのかな、うん、一緒にはそうですね、ここにも どっちも出てもらいましたけどね、あそうだ、うん、あの時その時初めて会ったんだけど、多分俺のこと知らないから、うん、お疲れーみたいなお疲れ様です基本何も知らないですよ奴らはいやもう本当にあの頃、うん、みんなに勧めてて、ちょっとこの動画見て、うん、あのまあ曲もそうなんだけど、はいはい、このしゃべあの、うん、MC というか、はいはいはい、すげえからっていう、うん、
ね、ところがあの遊戯の時点ではもう完全に心が離れした時代ですね。なんかいろいろ聞きましたけどね、うん、その親の問題やったりとかね。そうです。まあ、ただそんなに大変なもう終わるしかないっていう状況の時にあの広さの会場でやらせてもくれたっていうことで吉田さんへの感謝はすごいあるんですよ。よくああいう場を作っていただきてっていう、終わるのが分かっているグループにっていう度胸すごいですよね、うん、彼女たちは、うん、本当に。いやそれこそね大森聖子さんも何度か対談とかありましたけども、ね、大森さんの関わり方がすごかったですからね、うん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 、吉田さんきっかけでいろんなそういう文化を知る感じでもあるわけなんですか。いろいろその、うん、まあオンエアされるところは割とプロモーションとかするんだけど、うん、それ以外曲かかってるところとか大体こうなんですよ、うん、こうなんですよみたいな、うん、あそうなんだあそれ知ってるそれ知らないみたいな感じで、うん、いやもうなんか本当に、うん、彼と会うとちょっと若返るというかすげえバイタリティだなっていう、うん、そうなんですよね。あの名字が同じで通ってる文化も比較的近い割にそんなに絡みがないから一回ロフトプラスワンでがっつりイベントもやったりしてました。あ、そうなんですか、うん、ちょうど同じ時期にあの話を聞く本っていうのを2人とも出してて、うんうん、でも明らかに吉田さんの方がちゃんとしてるんですよ本も。あのちゃんと聞く技術のこと書いてて僕全然聞く技術の本に見せかけたただ の, あの面白いエピソード集だったんでいや、全然違って なんか圧倒的に何かが違うところがあるんだけど、うん、それが何かわからないっていうあでもさっきの急に思い出したけど、うん、トミーさんのその、うん、アイドルがそのパンク歌うとか、はいはい、っていうので言うと今やっぱり、うん、なんだろうこう、うん、黒幕というか、はい、そういう、うん、いるじゃないですか、はいはい、面白いですねやっぱりメタルやらせたりそのパンクやらせたり、うん、それこそあのビリアイドル、うん、あのプールの、はいはい、プールが入ったビリアイドルとか、うん宇宙天カバーしてるとするじゃないですか。宇宙天カバー画期的でしたね。バイバイですね。画期的、うん、最近つぶやいてましたけどね、うん、宇宙天、うん、やっぱりいい歌ってなんだろうパンクアレンジになってもかっこいいとか、うんうん、そういうのってあるからやっぱりいい音楽っていいないいのは変わらないんだなっていうか。ビニアイドルが最初デビューアルバムを出した時に、うん、ファンクラブに入るとボーナスディスクをもらえるっていうんで、うん、ファンクラブに入って、うんもらったボーナスディスクでカバーしてたのがヒルビリーバップスとかで、おーいいですね、このカバーセンスはないわと思ってすごいわっていう画期的、最高と思って、まあ、得点だったらどんだけ遊んでもいいみたいなね。なるほどね。渡辺淳之介さんとはそのキュービスで接点ができた感じなんですか。いやキュービスの頃会ったことなくて。そうなんですか、うん、ワックになってからかな、うんうん、そうでなんで会ったのかなあれ忘れたけど、うん、なんかいろいろ仕事のやり取りとかし、うん、あのメッセージとかでやり取り してて、うん、今度飲みましょうみたいな感じになって、うん、あ最初ライブ来てくれたんだよかりのライブ来てくれて、うん、で飲みましょうみたいな感じで、うん、そしたらなんかよくあのアイドルキャノンボールとかあの、はいはい、まあ、うん、オフの時に映る居酒屋とかあるじゃないですか、うんはいはい、ああいうところでいいのにああいうところかなと思ったら、うん、なんかすげえ恵比寿の、うん高級中華の個室みたいなところに、あまあ気遣いますよね。気遣ってグレーだしみたいな。そう、グレーだしって言ってたのに、いや、渡辺さん全然こんなもう普通でいいですよみたいな、うん。そこで初めて会ってかな。うん、あでもすごく全然最近です。うん、初めて会った。そうなんですか。うん、でもこういうこと言うと、うん、あの多分あのなんて言うんだろう、うん、プロモーション妨害みたいなかもしれないけど、うん、すごくちゃんとした人で、まあ、サイコパスキャラになってるけど、うんうん、すげえちゃんとした人で、うん、ねみんなに歌詞書かせたり、うん、書かせたりというかそういうチャンスとかあげたりとか、うん、ちゃんと印税も入るようなね、うん、システムを作りすごいなと思った、うん、正直キュービス時代はデタラメさんの方が目立ってて、あそうなんだ、僕はいろいろモヤモヤしてたんですけど、うん、今本当にワックやってる姿とか見ると、うん、本当ちゃんとしてんですよ、うん、あの金銭面あんなちゃんとしてる事務所ないですよ、うん、そうなんですね、びっくりするもん、うん、あのビッシュのメンバーの収入、まあね、プールさんにもバラしたらプールさんが衝撃を受けてましたけどいやあんなに払うとこない、うん、うん、異常ちゃんとしてる。でも、うん、なんだろうな、今の渡辺さん30代でしょ、うん、あの ZOZO の前澤さんとかもそうだけど、はいはいはい、
そういう考え方なのかな、うん、なんか残さないでこう歓迎するみたいな、うんうん、俺も同じ意見で、うん、だからグレイ呼ぶとちょっとギャラというか、うん、ギャラはいらないんだけど、うん、スタッフ代が高いから、うん、俺ピンでいいみたいな、うん、そういうのもあったりとか。今日もだからね、久しぶりに来るんだったら多分ね、お付きの人相当多いだろうと思ったら、でね、普通にね、お付きの人一人だけだもんね。もう帰ってもらいましたこれぐらい気軽な感じなんだっていう絶対入れないよ、ここに思ってたんですよ、うん、確かに、うん、一番最初に出して給料プランのままでね、多分そうなんですよね。まあ、だからビスにちゃんと払えてなかった分の反省をビッシュでちゃんとやった結果、ビッシュに払いすぎてるぐらいになってるというのが現在ですよね。いやーねー、本当、うん、この前あの福岡でライブがあって、うん、その翌日ぐらいがあの、うん、神戸で登坂ひろみ君ってあの3代目 JSOULBROTHERS の、うん、はい、ソロコンサートがあって、その前座がビリアイドルだったんですよ、うん、あ、じゃあ帰る途中だから見に行くと思って行ったんだけど、いや、うん、ドアウェイの中、うん、すごかったですよ、うん、本当に、うん、すげえなっていうか、うん、これは好きになるわっていう、うんうん、感じだった。ビッシュは本当にかなり画期的なことやってると思うんですよ、うんうん、ビッシュが切り開いたファン層とかも相当あるし、ビッシュって何なんだろうなって毎回思うんだよな。もう、うん、本当になんか時代っていうところにもうまく乗れたし、うんうん、うん、ビスの後にね、まあ、うん、相当頑張ったっていうのもあると思うけど、うん、売れたなって思うのが、僕一番思うのが、うん、仕事とかで会った芸人さんが、うそさんアイドル詳しいっすよね何々知ってますかっていうのが出た瞬間が売れたななんですよ。なるほどね。それが昔で言うとやっぱビスが解散間際の時に言われることがあって、あとももクロも何度もあって、なるほど、ね、最近ビッシュなんですよ。あ、ビッシュすごい言われるんですよ。うそ、ん、さんビッシュとか聞くんすかみたいな、うん、かなり前からいろいろ付き合いがあって、三茶の、うん、瞳高度なんとか大学のライブに行かせてもらったんだけども、うん、いや著名な人たくさん来てたもんな、うんうん、でもまあ俺結局なんか、うん、キュービス好きでとか、うん、ギャンパレ番組呼んでとか、うん、ビッシュこの前ライブ行ってとか言って、うん、俺多分松隈健太さんの曲が好きで、うん、あ、渡辺さんのやることが面白いなと思ってんじゃないかなと思って、ね、うん、本当、うん、まあ、あのスクランブルズ、うん、レコードか、レコーディング、はいはい、スタジオにも行ったことあるんだけども、あったんですか、うん、あれは、うん、ビッシュの、うん、フェンダーのギターが、うん、完成した記念みたいな感じで、うん、完全趣味で行ったみたいな松隈さんと対談して、うん、でも新しいですよね、その、うん、あのチームで曲を作って振り分けたりするっていうのは、うん、うん、なんか、うん、ともするとまあいろいろな関係性の中であるんだろうけど、うん、すごいなんか効率のいいやり方してるなと思って、うんうん、渡辺さんがもともとね、松隈さんの曲の良さをちゃんと俺が売り出すって言ってて、ここまでちゃんと実現させることはないですからね。いやもう素晴らしいですね、うん、しかもギャングパレードにいたっていうと、うん、え、この曲アルバムに入れないのみたいな、うん、攻めてるなみたいな、うんうん、ギャンパレも正直流れをずっと見てるわけですよ。あーはーはーはー、もう怒涛ですよね。プラニメのデビューライブを見て、あ、結構周りで見てた人みんな顔見合わせたんですよ、うん、あれこれどうなのっていう、うん、正直あの言葉入れますけど、まあ、失敗ぐらいの空気があったんですよ、デビューライブの時に。プラニメが POP になって、うん、ギャンパレになるうちにここまでになるとはって、本当に修正の仕方が上手いんですよ。キュービスの直後ですか。キュービス直後です。キュービス解散してそれぞれがいろんなやり方を始めるって中で、正直こうプラニメが一番これは苦戦するだろうなと見たんですよ。コンセプトはすっげー良かったし、うん、俺、うん、あの頃あと POP かな、うん、あのアルバム買ってるんですよね、うんうん、まあ、寿司屋さん書いてるジャケットだったりして、はいはいはい、であの頃だってもう、うん、プラスチックツーマーシーとかあったわけです、はいはい、あれがデビュー曲だったんですけど、うん、でも最初正直あれもそんなに引っかかりなかったんですよ。あ、でも
なんか修正の仕方がうまいんだなと思いますけど、ね、なるほど。もうなんか、うん、ナーブとかみたいな、うん、アンセムソングみたいになっちゃってきていて、うん、あれやられるだけで感動するみたいな、うん、ティフのお披露目の時の本当にあのこのどうなんですかこれどうなんですかこれっていう空気、東京アイドル、そうです、あれってお台場でしたっけ、うん、お台場ですね、うん、あの時のあの感じが嘘のような、いやもう完成度、この前ラストギャングの、うん、はいはい、出ましたねアルバム、うん、あメジャーデビューの発表の、はいはい、YouTube 見たんだけど、うん、怒涛のサキちゃん怒涛だなと思って、こんないろんなことがあったんだみたいなね、うん、強いわあれは。また万文化バック系に曲提供する予定ありますか。あそうですね、バンドじゃないもんは、うん、去年かな、あもうちょっと前にやってたんだけど、うん、去年シングルでがっつりやって、うんうん、バンドじゃないもんは、うん、ポニーキャニオンつながりなんですよね。なるほど、うん、で担当がの人が一緒だったりとかして、うん、頼みやすかったみたいな、うん、でも本当バンドはね、うん、すごくいいグループだなと、うん、あれこの前どこ、それこそあれか三茶か、そうだよね、違うわ、うん、中野か、中野サンプラザかライブ行ったんだけど、うんうん、マックス仲良し、マックス仲良し、うん、言ってみれば分かんなかったけど、なんか誰もが戸惑いました。マックス仲良しってなんだっていう、解明するのね。彼女たちなんか自分たちでプロデュースしてるから、うん、自分の中で完結して、うん、よしっていうところが多いんだけど、はいはい、いやそれ分かんないからってでも本当ね、うん、やっぱり美佐子さんがね、うん、ああいう人だから、うん、バンドの雰囲気も良くて、うん、うん、すごくいいグループだなと思う、うん、あとやっぱり 作曲陣にすげえ恵まれてるなっていうのがあって、結構攻めてますよね、うん、うん、一つのライブ見てもやっぱり全然飽きないし、うん、面白い、うん、他におすすめのアイドル教えてください。あそういえばこの前俺、うん、ゼアゼアゼアが大好きで、大変じゃないですか、もう解散決定ですよ。そうなんですよえベルハー時代を聞いて、ベルハー時代知らなかった。そうなんですか、うんうん、でそれこそまあ魔物絡み で、うん、で聞いたら、うん、曲売る気あるのかなみたいな、うん、はいはい、超クロート好みじゃないですか、うん、かっこいいなこれと思って、うん、一昨日で、はい、楽曲全部買って、うん、ぜひベルハーのファーストも聴いてください。あ、聴きました聴きました、うん、もう後追いでも全部、うん、やった、はい、うん、アスマとか超いいですよね、うん、あ、そう、うん、ね、牛丼フェスに行って、いろいろな、あの時はビスとギャンパレが出たから、うん、はいはい、それでまあ牛丼フェスに行ってもう牛丼さん結構、うん、知り合いで、はいはい、ビスで頭おかしくなった人代表ですからね、うん、相手何の興味もなかったのに、オクタゴンスピーカーやばいっすよね、あれ、ああの時ですね、そうです、あれです。牛丼さんって本当にもともとゴリゴリのパンクの人でね、それこそマットとやってた、そうです、マットカプセルマーケットともやってたし、そもそもバイト先が鉄アレとかと一緒にバイトしてた人なので、人脈的にあっちなんですよ。うん、かなり凶悪な人とも喧嘩したりとか、本当にやばい。一回ハードコアのイベントに牛蔵さんと僕がトークゲストに出た時にあの辺の人脈も持ってる人なんですよ。なるほどね。でアイドルもずっと否定してたのが、うん、なんでみんなアイドル好きなのか全然わかんないって言ってた人が、うん、ビスで完全に頭おかしくなって、面白いですよ、人が変わっていく。いや本当に牛丼さんなんてもともと右翼の凱旋者に乗ってた人ですよね。あ、そうそうそう、俺それ言っていいのかなと思ってそんな人がっていう、いやビスはこれ、うん、もうちょっと犯罪ですよね、うん、いろんな人をね、そう、狂わせました、狂わせた。そしてアイドル界も狂わせたし、うん、ビスの功績本当でかいですよ。俺ビスの、うん、本当好きになって、うん、もうライブとか行けなかったけど、うん、HMV 限定の、うん、なんかシングルとかをトゥースに、うん、買いに行ったりとかしてあ俺すげえファンだなと思って、うん、そう、牛のフェスで、うん、あ、でもゼラゼラゼラは見なかったかな、うん、それこそあの、うん、小正治がいる、はいはい、メゾンが大好きです。あと、うん、ゆるめるもとかも見れたし、はいはい、うん、あのちゃんの回も見たんだけど、うん、すごかったですよねえ、あのちゃんの回もこれで撮ってたんですか。もちろんですよ。どんだけこのマイク信用してるんですかって撮れない声で喋り続けるささやく言わない。あのちゃん回を2時間なんだろうな、もなんとかやりきったのは僕はかなり評価されてる。いや素晴らしい、3歳児に流せような結構
構な奇跡だと思いますよ。ねあのちゃんに伸び伸びと2時間話してもらうっていうのは。でもね、ドラマとかも出てるしね。いやー面白かったですけど、あれあれで。あの、信頼を築いていく過程っていう。動物と人間みたいな。そうそうそう。またナウシカみたいな感じがして、すごいかったんですよ。テトちゃん。大丈夫大丈夫って言ってる感じがすごいやって。そう、友達なのか。ラムネくれたいとかあの心を通わせる過程がすごいことですよ、うん、結構なだからね冒険をしてる番組だと思いますよこれ。うん、うん、いや面白いですね。うんでもその幅を出したいと思ってたんで一番の幅が出せてよかった、うん、結構アイドルで ずっと連鎖する感じだったんですか。一応それをどこまでできるか、できればメジャー感のあるところで行きたいと思ってたんですけど、うん、だから48とか坂道呼びたいと思ってたんですけど意外と呼べない問題、うん、ねえ秋元康枠なんだから呼べるだろうと思ったら意外とそこが繋がらない、繋がらない。でも多分出たいって思ってる人はすごいいると思う、うん、どうなんすかね難しい。もうだって、うん、ここ直なんですよ実は。ですよね。そうなんですよ、うん、あのあいいよってでも、うん後日マネージャーに言うみたいな、シャリさんからの直接のそのオファーがあってどうしようっていう、うん、でレコード会社とかに行ったんだけどどうもみたいな感じだったんで、うん、じゃあ分かりました僕は直で来ますっていう、うん、直で言えば即決まるっていう、いいっすよみたいなそんな感じなんだっていう。昔とか本当あのプラチナムレコードってところにいたんですけど、うん、やっぱりグレイなのでこんなこといろいろコラボやりましょうみたいな、うん、面白そうなアニメのコラボとかも、うん、あ打ちそうにやらないんで、もったいない話たくさん後から聞いて押井守さんがとか言って、好きなのにっていう後からしっかりやりましたけどねえそうグレイで動かなくても、ね、個人で動くのにみたいな。だから今このツイッターだったりね、うん、そのいろんなメッセージとかいろいろあるところで言うと、はいはいうんいいなと思いますよね取りこぼしなくいろいろできるっていう。そうですね、うんうん、どうしてもやっぱりグレーぐらいの規模になっちゃうと難しい部分もあるわけですよね。どういうことですか。気軽に受けづらいみたいなそういうようなのがあるのかなっていう。あそういう部分を個人とかでいろいろ回していけばっていう。どうだろう、うん、でもうんでもかなりうん、今個人事務所でラバーソルトで立ち上げてやってるんだけど、うん、かなり風通しが良くなって、うんうん、久石さんこれ断ろうと思ってるのどうですか、うん、どうですかみたいな、うん、いやこれはやるでしょみたいななぜ断るこれみたいなそういうのとかあったりしたけど、うん、でも結構俺あの、うん、何でもやるんですよ、うん、あのアベマ TV 出た時に、うん、チーム社長子が出てて、はいはいで、うん、なおちゃんかあの、うん、が、はいはいはい、彼女結構ロック系が好きだから、うん、久々さんギター弾いてくださいみたいな感じで、うん、いいよって言ったら、うん、本当にオファーが来るみたいな、うん、だから全然やるんですよ、うんうん、本当になんかセッションデータ来たら、うん、それに合わせてギター弾くだけですみたいな感じで、フットワークは異常に軽いですね。あ全然やります。あと仕事も超早いです、うん、だからもう晩もん時も、うんうん、すぐに仕上げてちょっとスタジオ行こうかなと思ったら、うん、がっつりボーカルレコーディング付き合うみたいな、うん、6人6用で本当にいいバランスのグループだなと思って、うん、あとやっぱりお父さん目線になっちゃいますね、うん、可愛いなと思って。絡むとどっかもうスイッチが違いますよね、うんうん、幸せになってほしいみたいな、うん、いいんだよいいんだよってうん、大丈夫大丈夫ってグミちゃんが最初にボーカル取ってたんだけど、うん、こっちでブースでいろいろ言うじゃないですか、うん、で向こうのボーカルスタジオに聞こえないみたいな、うん、でもこっちは見えるみたいな、うん、あじゃあここの部分は誰にして、うん、誰にしてとか言ってるグミちゃんがあの大人の人怒ってますって言ってくれて、うん、怒ってるように見えたのかなみたいな、うん、その一言が異常に面白くて、うん美佐子さんとは僕は結構付き合いがあって、うん、BLT に美佐子さん出てもらったことあったんですよ。 BLT ってアイドル雑誌で僕アイドルみたいなやつやってて、美佐子さんが出ることになって、それがなんかトラウマを克服みたいな感じだったんですよ。もともとなんかあれですよね、配信の時に手違いでスクール水着で配信やった時に着替える瞬間に鏡越しに自分の乳首が映っちゃった事件が起きて、
で黒乳首だなんだとかいじられてそのトラウマ克服のためにもう一回スクール水着着て出たいんですって言われてよくわかんないけどいいですよじゃやりましょうって言ってスクール水着をリベンジなるのかなそれ謎のリベンジを果たしたんですけどそれもまた不思議な事件があったんですけどその時に表紙がとある K-POP のグループが表紙になった時に K-POP、 はい、K-POP の人たち的にはその同じ雑誌内に水着があると NG っていうのがあって美佐子さんの掲載が1号ずれるっていう謎の展開がありましたけどねえそんなことあるんですかありましたうんへえよくわからないことがあるなっていう言えないですよねもう誰だったかも覚えてないぐらい本当みんなあのお風呂 の、 あの蛇口とかのね、うん、表面で気をつけた方がいいですよ ね鏡に思いっきり捨てたらしいんですよ着替えた瞬間にそれが配信されてたってえそれかまってちゃんのやつ個人でやつあ個人でやつですねかまってちゃんの喧嘩のやつとか超面白いですよねかまってちゃん絡みの謎の事件いっぱいありましたけどね一回だからのこさんが新宿で配信してた時に、ちょうど駅の前だから芸人さんとかに絡んだんですよね芸人って分かんないでそれがジョイマンだったのかな誰かに絡んでそでガチモメがそのまま配信されてそのせいで吉本内でのかまってちゃんの信頼っていうのがゼロになってて吉本は共演 NG ぐらい の、 あの山ちゃんが完全にかまってちゃんに怒っててみたいなでその美佐子さんの取材の場所をディアステージにして、はいはいはいで取材が終わった後に美佐子さんと山ちゃんを合わせて和解するみたいな流れだったんですよ。いやあれはね、うん、心象悪いっすよあれは。9ミリとかでガンガン絡んでたもんね。そうですそうですそうです。あれはね揉めます。うん、でも会ってみたら、うん、これもやっぱり営業妨害なのかな。うん、みんな真面目なんだなと思って。真面目に狂ってるっていうか、うん、本当バンドやってる人ってちゃんとしてんだなと思って。うんうんお子さんも僕もトークで絡みましたけど全然本当にもっと絡みづらいやばい人かと思ったら全然ちゃんと、うんうん、ちゃんとできる、うん、俺それこそもうケラさんと、うん、俺大好きで、はいはい、あのナイロンの舞台とか俺大好きなんですよ、はいはい、全然もう結構下北とか一人でプラッと行って、うん、感動して帰ってくるみたいな、うん、それこそさっき言ったあの10年間やってる番組で、うん、ケラさんがゲストに来てくれた時に、はいはいうん、わ絶対難しい人なんだろうなと思ったら、うん、すげえいい人でみたいな、うん俺なんか夢を叶えるためにバンドやってんのかなぐらいの前も言ってましたもんね、うん、あのインディーズ御三家とどう絡むかみたいな話とかウィラードの話とかしてましたもんね、はい、ウィラードのジュンさんもラジオのゲストを来てくれて、うん、ジュンさんはちゃんと怖い人でした怖いというか雰囲気がすげえある人だったはいはいはい、未だにライブとか俺普通にチケット取っていきますけどね、うん、大好きですよだからまあ本当にね、文化的には近い人なんですよ。うんそのわけでも時間が時間なんであれですね。そろそろ質問ですかね。はい、10時を超えたので。あ、そうしましょう。はい、質問を拾いますよ。ごめんなさい、何も読んでなくて。全然大丈夫ですよ。久しさん、ビール追加。ビール戻るか。今ハイボールですよ。はいはい。久しさんの推しはどなたですか。誰に言ってんだろう。アイドル的な推しの話なんですかね。あるんですかそんなの。でも俺が言うとなんか角が立つ。角が立つから。箱です一番つまんないパターン片もみ女子の話できますこれノンフィクション毎週見てるんですよあそうなんですねであの LINE のグループに、うん、あのノンフィクションのグループがあって、うん、なんすかそれノンフィクションの感想を話し合うグループ今日のヤバそうみたいな、うん、みたいなのがあって、うん、あじゃあ見ますみたいな、はいはい、それあれですか清野徹さんとか入ってるあ清野くんとかなるほど、うん、あでも清野くん入ってなかったかな、うん瀬野さんもザ・ノンフィクション好き で、うん、で瀬野さんに会いに行く話とかもああそうそう、まあ、瀬野くんはあの略した方が独特で、うん、ザノっていう、うん、略し方をするんだけどザ・ノンフィクションのことを、うん、でも瀬野くんは本当に、うん、北区赤真似で、うん、からですね、うんうん、ああいうの見ても本当にそのフットワークの軽さとねいろんな人に繋がっていく人なんだと思いますよねでも普通じゃないですかそれ普通じゃないですよ、瀬野さん漫画面白いと思って会いに行くとかあんまないじゃないですか、うん、いやなんか、うん、いやもうさっき言ったこと全てなんですけど聖地巡礼みたいな感じで、うん、この人はどんな場所にいてどんな生活をしてるんだろうみたいな、うん、怖い方はいかないですけど、はいはいはい、僕もまあ瀬野さんとは何度か打ち上げで飲んであそうなんですか、うんうん、まあ本物な人だなと思いながら、ね、瀬野くんはねあの、うん、タモリクラブも一緒に出たりとかして、うんアイドルをプロデュースする予定ありますか？ないです。そんな
ポテンシャルないです俺には。あ、これ知りたい。奥手さんにいじり倒されたエフェクターを見ました。あれ知ってます俺集合写真で拡大したら、うん、奥手ポリスさんが俺のエフェクターいじってて、うんうん、ツイッターで突っ込むっていう。あのこれを、ま、説明すると去年の夏の夏の魔物ですね。そうです、夏の夏の魔物です。の時に沖手ポルシェが泥酔してたんですよ、うん、完全に酔っ払ってて後半記憶がないらしいんですね。ドロップキックされてましたね。誰、成田大地にドロップキックしたんですよ。あ、逆だ、そうだそうだ。そうそう、俺でステージで、うん、あの楽屋に入るとなかなか会わないから、うん、ステージでロンジ君とかに会って、はい、あ、ロンジ君みたいな感じ、うん、あといろんな人に会って、うん、そう、まさか最後に全員集まって残ってる人でステージに立ってみたいな時に沖手ポルシェが成田大地にドロップキックをしてプラス泥酔してるからなんだこのエフェクターって言ってエフェクターいじりまくって遊んでたっていう。沖手さんが結構テクノが好きだって、うん、はいはい、機材好きだってるとかです、うん、何やってんだみたいな。後から知ったらそれが久さんのエフェクターだったっていう。そうです。フラクタルの AX8 というまあデジタルなんで全部保存されてたんで大丈夫です、うん、ありがとうね、心配してくれて。ガンガンにいじってたんですね。力のマスターに会えたの。あー、そこは言ってないんだよね。アイナちゃんの恋の魅力について語ってください。あの今一緒にやってる亀田誠二さんが、うん、あのアイナジェンドの、うん、初めのあやってましたよね、うんうん、あれやって亀田さん聞きましたよとか言って、うん、そういろんな話を聞いてしてるんだけど、うん、俺もライブやって思うんだけど、うん、これはちょっとあの俺の思い過ごしかもしれないけど、うん、明日声が出なくなっていいみたいな歌い方を知ってて、これレコーディングでもこれやってんじゃないかなと思って、うんうん、一回ちょっと喉あの痛めたりとかして、うん、テルはね、いろんな先生知ってるからねって。喉がやばい時はなんかあったら、だけどでもな、これはセーブしてとかっていうのは言えないな、俺からは、うんうん、今本当にもうがむしゃらにやる、うん、でもちょっとセーブしてほしいなっていう感想です。それは何だろう、うん、声のかすれ方まで天才的っていうか、うん、絶妙なんですよね。そうだから伸びても伸びてなくても感動できるというか、うん、本当に素晴らしい、うん、俺ステレオフューチャー の、うん、あのリリースの時にあの、うん、オフィシャルのコメントを書いたんだけども、はい、その時も言ったけどやっぱりアイナジェンドは、うんうん、これは素晴らしい逸材を、うんうん、見つけたなっつって渡辺さん落とそうとしたらしい。落とそうとしたらしい。こいつダメだと思ったらしいけど。うん、でもね、うん、今聞かない日ないぐらいね、テレビで普通に流れてますからね。プライム、うん、イスズだなんだみたいな、うん、本当に素晴らしいと思った。アイドルのシャウト声系の声って僕結構苦手なんですよ。あ、でもなんだろう、やっぱ別なんですよね、うん、一人だけ本当に声の色気から何からちょっと違う、うんうん、多分仮歌とかでもすげえいいんだろうなみたいなね、うんうん、強すぎない、なんかあんだけ強いのに強すぎないっていうか、うん、バランスがすごいいいんですよね。おすすめの漫画ありますか。漫画最近なんかあったな、うん、でもまあそんなないかな、うん、そんなない、うんうん、あ、背の通る先生の、あ、はいはいはい。アクションの冷静終わっちゃいましたけどね、うん、赤羽の続編がね。そうですね、はいはいはい、いや俺まるっと一冊ぐらいの取材じゃないですよ、あれ、うん、飲み行っただけなんだけど、なんか、うん、セスさんこの時どう思ったんですかみたいな、取材になってるみたいな、うん、まるっと一冊なんか、うん、なるぐらいの、うん、あのボリュームあるんですよ、うん、それ早くあのコミックにしてください。カラオケやらされる話、ね、カラオケやらされる。あそこのキャバレーもね、なくなっちゃったんですよね、うん、何歌わされたんでしたっけ、あの時は。カウェバです。やらざるを得ないですか、お互いボーカリストじゃないから、なんか固まるっていう。そりゃそうだ、うん、酔ったらどうなるの。すごい素朴な質問です。酔ったらね、もう、ヨシキさんに怒られますえ、結構悪い酔い方するタイプなんですか。悪い、うん、悪いっていうか、うん、あー、こんな後輩でも先輩でも嫌だなみたいな。なんですか、フレンドリーになるんですか。絡み酒。絡みですね。絡む、うん、おう、
あのビジュアルジャパンサミットっていう、うん、ユシキさんが、うん、よし100バンド集めるぞみたいな、はいはいはい、無茶なイベントで、うん、もう拓郎とか杉戸さんが、うん、いやユシキさんやめてみたいなトミーさんも言ったと思うんですよ、うん、でそのライブって3日間行われたんですよ、うん、で俺なんか3日間ずっとセッションとかもあっていて、うん、で最後の最後の打ち上げで、うん、みんながあの、うん、じゃあ挨拶みたいな感じで、うん、アマチュア、あ、間違えちゃうけど、あの、うん、若手の子たちが、うん、今日は本当にこんなトーンで、うん、吉木さん含めいろいろな先輩方のみたいな、うん、これ何十バンドも聞くのと思って、うん、そこでテンション下がって、うん、つまんねえと思って、いや、言ってることは真面目なんですよ、はい、まあわかりますけどね、うん、先輩いっぱいいるし、先輩いっぱいいるし、角も立てられないし、うん、で、一人ベロベロ酔ってる俺たち、うん、で、うん、最後のあの、うん、スポンサーである三谷さんが、はい、楽天の、はいはい、三谷さんが、うん、今日ですね、みたいな、うん、マイク遠いなと思ってもう、聞く、もう 聞こうとしなきゃ聞こえないみたいな感じで、でもダメこの話そこに絡んだんですかそんなことがあったんですよもうまだね、若手に絡むんだったらともかく一番絡んでいけないところに絡んだんですねそしたら YOSHIKI さん、いや、あの本当は YOSHIKI さんが怒る、うん、レディースルームのジョージさんに、うん、怒られた拓郎に怒られるっていう、うん、すごく複雑なレディースルームを返してるんですね。そうです。へー、ジョージさんすげえもうなんか、うん、いい人もう俺絶対、うん、もう強制的に返していいからね、ああいう時、うん、打ち上げはやばい時、うん、いや今なんか絡みモードになったぞ、今日打ち上げないですぐらいなこと言っていいから、うん、いやもうなんかうん、ちょっと懐かしい話で言うともうね、うん、アミューズのフェスでもねやらかしたしね、あれはね。え、何やらかしたんですか。言いたくない福山さんに絡むって。次の日もう顔面真っ青ってそんなこと言ったの俺がってどのレベルの絡み方なんですかそれ。放送禁止ですから。もう、わ、福山さんも相当男気あって受け止めてくれる人だと思うんですよ。いやでもね、あのあとそのビジュアルジャパンサミットの後の、うん、まあ、ボンバーとかあの、うん、彼らたちから、うん、さ最高でした、うん、一言で言うとデタラメでしたみたいなで、あのアミューズの後も、うん、あのみんなから、ええ、さ最高ってなみたいな評判はいいんですよ。すこぶるいいみたいな、ただ俺としては良くないんだけど、うん、完全にやらかしてた。やらかしてます俺もう、うん、本当に大体ああいう時って、うん、何も食べないでもうガッツリ飲んじゃうから、うん、もう本当にもう覚醒ですよもう、うん、エヴァの口がバーって開くみたいな暴走モードになっちゃってる。誰も止めれませんみたいな。あーっていう。止めろよお前。もう止めようがないですもんね。そのモードになっちゃって。エイティフルドって。むさぼり食ってる状態だからね。カーやって。人を食ってる。あーって。ああ。大里会長もああ。すげえ、そのレベルなんですね。いやー、うん、もう怖いと思った自分で。うんへー。ツイッターでミュージシャン辞めるって言った件についてあれ、最近のネットニュースですね。そうですね、うん、あの毎年見てるんですよ格付けを、うん、はいはい、でこれだけは自信あるんですよ、うん、なぜなら音楽やってるから、うん、職業のところにやっぱり、うん、会社員、うん、音楽家って書こうかなとか、うん、いろいろ悩むぐらい、うん、本当あのコンシューマーのテレビのスピーカーでも、うん、分かるよこれは、うん、今年外しましたねこれは、うん、絶対 B だと思ったのが A だったっていうね、うん、でいやすげえ自信あったよなと思って、うん、まさかの竹本ピアノを選んでしまう、いや竹本ピアノが素晴らしいってことですよね。そういうことですね、うん、安くてもちゃんといい音出す。そうです、うんあれで自信を結構喪失するレベルのことがあった。ガクト君は毎回すげえなと思って、うん、これ外したら多分ミュージシャンだったらやめた方がいいと思うみたいなこと言われて、うん、そっからのツイッターで、うん、で、まあ、次の日ね、はい、ガクト君が、うん、うまく絡んでくれたから、うん、ちゃんちゃんってよかったなと思って、うん、
ただの誤解が拡散されて大変なことになるとこだったのいやなんかツイッターの面白さってああいうジョークだと思うんですよ、うん、なんか本当に炎上とか人を傷つけたりしたらダメな場所だと思うし、うん、何回か俺もやらかしたことあったから、うん、すごくなんか常日頃、うん、ツイッターってなんか本当になんかコミュニケーションツールっていうよりはなんか本当になんだろうな、うん、こぼれネタみたいな、うん、ニュースみたいな、うん、そういうんだと思ってるから、うん、絶対なんかもうネガティブな発言とかやめようと思って、うん、福山さんにもゴーの部屋ゲストに来てほしいの全然ねアミューズがいいなら出てほしいですけど福山さんでも好きそうじゃない交流はあるんですよえ、マジですか福山さんも またちょっと特殊な人で、うん、あのリリーさんと福山さん仲いいんですけど、はいはいはい、リリーさん僕の師匠でリリーさんに対して初めて僕はリリーさんをすごいと思ったのが吉田剛さんの師匠だってことなんですよすごい福山さんプロレスとか格闘技好きだから、うん、僕は紙のプロレスで書いてた時から見てるということで、あの吉田剛さんの師匠だったんすかリリーさんってなって、それから福山さんと結構交流が年に1回スパで会ってて、まあ、座るかどうか分かんないですよ。すごいですね。あの事務所が大変なハードルあると思うんですけど亜美ず福山さん自身はねフットワーク軽い人なんですけど、ね、なかなかでも意外となんだろうな、こう、うん、メディア制限みたいなのとかある人だったら大変ですよね、それ、うんうん、まあ、スパのずっとだから好きな男嫌いな男アンケートの、うん、僕10年以上それの座談会の出演者だったんですよ、それでずっと福山さんが1位とか取ってて、で福山さんが殿堂入りしたんですよね、あの取りすぎて、うん、10年ぐらい取ってきて、うん、でその結果殿堂入りした後では僕と福山さんの対談が乗るようになってで2回福山さんと対談してるんですよ、という流れもあって、僕も音楽番組で何度か、うん、何度かあと1回絡んだくらいしかないんだけども本当になんかあのまんまかっこいい人ですよね、うん、まあ面白い人ですよね、ネタちゃんと持って、うん、イヤモンほど持ってる人、あとギター超詳しいんですよね、うん、はいはい、超持ってますね、うんうん、あとネットとかなんか自分の調査異常ですよ、お僕がいろいろ話した話とか本当に全部握ってますよ、うん、へえ、うん、そこの面白いですね、意外な、僕が一回そのドミューンって番組に歌舞伎ロックスの宇治上一番さんと出た時に、宇治上一番さんが全然あのまだ歌舞伎ロックスになる前に泥酔して、うん、渋谷のゴミ捨て場にあの やばい酔い方してストレスした時に助けてくれたのが福山雅治だったっていう、すごい、僕ももうすぐアミューズでデビューするんですよぐらいのお互い何者でもない時に福山さん助けられたって話しててあれ見ましたよって福山雅治さんに言われて、なんでそんな見てんですかっていう、意外と深い階層、そうですそうです、これ歌舞伎ロックス大好きで、なんでいや、あのバンド時代があの、うん、ヒステリックグラマーさん、ね、もともとだからグラムロックやってたヒステリックグラマーってバンドがあって、めちゃくちゃちゃんとしてた、うん、ちゃんとしてるな、でもちゃんとしたグラムロックバンドにあの歌舞伎をやって、うん、歌舞伎ロックバンドみたいなのがあって、うん、そこと融合したのが、うん、歌舞伎ロックスなんですよね、だからなんかこう、うん、世紀末だったりとかその流れを組むんだけど、音楽的にすげえかっこいいなっていう、うん、へイカ天だったりとか、はいはいはい、そこからもやっぱり聞いて、うん、イカ天時代は接点ないですよねないですね、宇治上さんないんですよね、うんうん、へ、宇治上さんのポンコツぶりは僕はずっと評価していて、あ、そうなんですか、へ、常にずれてるあのポンコツぶりが面白すぎていろんなところで宇治上一番面白いって言い続けてるんですけどね、うん、はい、あと僕ガクトさんももちろん大好きで、うん、一回インタビューもして、あ、マジですか、いや本当本当好きなんですよ、ガクトさんのバイオレントな話が好きすぎて、うん、バイオレントな話をしすぎてガクトさんもノリノリで話してくれるんですけど、うん、事務所の人にすいません、あんまりそういう暴力的な話ばっかりするのやめてもらえないでしょってそれはもう原稿チェックでガッツリもうダメになるそのこれしか喋ってないの意外と行きましたけどね、でも面白かったです、やっぱりガクトさんはそのビジュアル系をバイオレントでのしてきた感じのエピソードが全部面白くて、ガクト君は、うん、あのマリス・メイゼルとよく対バンしてて、うん、ロックメーカーとかで、はいはい、うん、その時はね、ガクト君じゃなかったんですよね、僕らが、うんうん、変わってからは、俺は、うん、3、4年ぐらいから、うんうん、で、マリス・メイゼルのベースをスカウトしたことがあったんですよ、へ、あのジローが入る前にベースが抜けて、うん、断りやがって、へ、
まあそうだな、あの頃のグレーはちょっと魅力なかったからね。へえ。あの頃から本当に、うん、なんていうんですか、もうコンセプチュアルで、うん、面白かったですもんね、マリスベーデンもね。すごかった、本当にすごかった。やりすぎなぐらいの感じが、うん、人気もすごかったし、うん、どんなことを聞きたいんですか、ね、ライブで息子を触られてブチ切れた話詳しく聞かせてください。あれはですね、もう話すなんか、うん、震災以降、うん、グレイがグレイエキスポってずっと99年に20万人集めたイベントのフェスやるのって、はい、やっぱり東北しかないだろうと思って、うん、仙台でやったんですよ、うん、で仙台その時震災で壊れた聖火台に 火を灯すっていう、うん、まあ演出で特攻でやったんですよ、うん、で火をつけるみたいな、はい、で後半は怒涛の感動の連続なんですよ、うん、ビーラブドが来て、うん、ハウェバーが来て、うん、でなんだみたいな感じで、うん、で俺もう泣く気、うん、満タンで行って、はいはい、もう取れ高とか、うん、いやそういうの別に入れ、うん、まあ多分そういう流れになるだろうと思って、はいはい、うん、で聖火台から、うん、降りてったんですけど、うん、そこはなんか拓郎もまみシートみたいな、うん、なんかちょっと会員がいるところで、うん、でプロレス入場みたいな感じになるんですよ。肩叩くなりの、そう、まあ最初はもう叩かれて、うん、こうやって、うん、やめろ、そんなんじゃないんだよね、うん、そしたらもう、うん、体のありとあらゆるところを、うん、触ってくる触ってくるファン歴20年以上の、うん、こなれたやつらがいて、うんうん、あ、俺もうアンコールどうでもいいと思って、うん、滑ったって話をされた瞬間にそこはないよっていう。いやでも今すごいじゃないですか、アイドルの皆さんもなんかもうほんとファンの方にこう俺これ言って何のプラスがあったので言うと86年かなの大晦日にテレビ東京で年越し特番でバンドブームと連動したのやったんです、うん、一回確かなんだっけな、レッドウォリアーズとか、あ、北海道見れねえパターンだそれ、ウィラードとかいろんなバンドが出て、でウィラード出るっていうんで僕あのスタジオの観覧行ってたんですよ。でウィラードがランシニラウンドだったのかあの時確か。で最高、ジュンさんが入場する時に僕まだパンク慣れてないんですよ、よく86年なんででよくわかんないプロレスのノリやっちゃったんですよあのプロレス入場だからね。ジュンさんが入る時に肩叩いてジュンさんってやったらジュンさんがなんだって言って、なんだって言うと僕言うことはないんですよジュンさんだけだったんでなんだって返されちゃった、どうしようってジュンさんも分かってくれってなんだって言われると思うっていう僕もまだ当時はパンク分かってなかったんでついジョザーンってやっちゃったっていう。いやそのワンタッチファーストタッチは俺にとっては憧れですよ、うん、それわかりますよね。でもね、目の前ジョンさん通ったらやりますよね。もう殴られてもいいからやるそんだけ俺もうジョンさん大好きで、うん、だって後々だって、ね、うん、土屋まさみもプロデュースするわけじゃないですか。あんな、うん、ね、なんて言うんだろう、うん、本当にデリケートな音楽というか、はいはいはい、コンセプトも後に後にダムドっていう存在も気づくんだけど、まあビジュアル系のビジュアル系というかまあ、うん、ね、走りというかね、出だけの流れはありますもんね、うん、黒い目の人とかも好きですもんね。ああ広く、ね、うんうん、確かにね、曲もね、うん、ダークで、うん、でも、うん、キャッチで、うん、うん、本当大好き、未だに大好き、うん、うんうん、あの映像をねちょっと友達が撮ってるはずなんで、あれまた見たいんですよね。え、撮ってるんですか。友達が一緒に見に行った友達が録画してるはずで、こうやってこの時代じゃない、違う違う普通に地上波の片岡鶴太郎司会のロック番組が86年の年だったんですよ。それね、青森も北海道もね、うん、やってないですよそういうの見たいなそれ。そう、僕も自分で見たい。あ、でも今あの、うん、あのキャプテンレコード発足の、うん、アルタ前のやつとか、はいはい、YouTube に残ってるんですよ ね、 あ、 ね、あの松尾さんが暴れてるやつとかね、俺なんでこの頃新宿にいなかったんだろうってそういう後悔っていうのはありますね、うん、だからそれはもうだから僕もいたけども行けてなかったわけで、でも最近だからチャーミーさんとかが裏話聞くと感動するんですよ。うん、そのこの前そのちょっと夏の魔物の裏側で話したって言いましたけど、要はそのバップとの契約の話の裏話を聞いて、もともとバップとしてはその最初はラフィンノーズの契約じゃなかったらしいんですよ、うん、あのオムニバス出そうとしなくて、ははは、要するにグレートパンクヒッツザ・パンクスがあって、
もう一回ハードコアのオムニバスを出そうとしてた。おー熱い。ラフィンノーズとかギズムとかが参加するオムニバスをバップが出そうとしてて、でそれをラフィンがそのアルタ前のああいうようなあのそのシート配布とかでの騒ぎがあってラフィン面白いになってそこから流れが変わっていくみたいな。へー、あそうか、最初はそうだったんだっていうのを初めてこの前知って。えバップから出るってことはメジャーの？そうです、メジャーであの流れで、だからグレートパンクヒットザ・パンクスがあってもう一回あの流れのハードコアオムニバスが出る流れだったんですよ最初は。うーん、それはそれで聞きたかったっていう俺らの状況が1年遅れてた可能性があるみたいな、うん、もう一回そこで盛り上がってやばいっていうなるほどね、うん、そうだったんですね。そう、全然知らなかったです。いやでもラフィンノーズのメジャーファーストがあんだけキラキラしてて、うんうん、超ポップなね、すごくなんか俺らは、うん、嬉しかったというか、カバーもしましたよ、うん、僕も当時コピーしてました。知ってるファンだったのか怖いけど、まあ、あの股間タッチの話がずっと続いてますね、コメント。いいなと。あ、もうこんな時間ですね。そうですよ、あと30分しかないですよ。酒飲みながら雑談してると平気でやっぱり過ぎるんですよね、時間もね。やっぱスマホで撮られてるとあんまり撮られてる感じがしないですよね。やっぱあと靴脱いでるとやっぱり違うっていうのが僕の持論で、ショールームもやっぱりスタジオでやるとやっぱ仕事っぽくなるんですよ、うん、そうですね、照明とか機材とかあったりすると。自宅で iPhone で撮って靴脱いで、こうやって座ってると、やっぱりこの家にいて話してる感覚になれるんですよね。そうですね、絶対、これなかなかアイドルの子たちはちょっと事務所がなかなか黙っていられない、スペースかもしれないですね。まあ48坂道がなかなかハードル高いのその理由があると思うんですよ。なんとなくは気持ちが分かるかもしれない。分かりますよっていう、何言うか分かんないっていうね。もう46ですからね何言っても大丈夫守んなきゃいけないのが多い人は難しいと思うんですよ。そうですね、うん、これ言っちゃいますよ。だって初回のゲストが大事さんばりにそれぐらいの初回のゲストは、初回のゲストがあの当時あの乃木坂の川越ひなさんっていう人だったんですけど、川越さんが乃木坂辞めてもう一回オファーしてるんですけどなかなか難しいんですよ。これ多分何言うか分かんないからではあると思ってるんですけどね。とはいえなんか年始早々からいろんなニュースがありすぎですよね。ありすぎですね、ややこしい、デリケートなものが多すぎて呼びづらいのもあるんですよ、いろいろ。みんなうん、マックス仲良しになればいいのにマックス仲良しは卑怯ですよ、マックス仲コンピのビートルズカバーがかっこよかった、ウィラードですかね、これはね。え、なんすか、コンピのビートルズのカバーがかっこよかった、ウィラードの多分東芝 EMA から出たえ、ビートルズのカバーやってますね。え、やったんすか。ヘルタースケルターかなんかやってますよね、ウィラードは。確かえ、いつですかそれ。87年ぐらいだと思いますね、うんはい、ライブでやってみたいことは何ですか、素朴な質問です。ライブでやってみたいこと俺全部やってるんですよ。大体もうできてるわけですかね。武道館の影穴が沢城みゆきさんとか、うん、そういうそういうこだわり無駄なお金を使うどれぐらい気づかれるんですかそれ。気づかれないんじゃないかな、うんうん、もう結構なんかブルーマンのネタとかぶっ込んで、うん、じゃあ2回、あ、1回 A 列、うん、ハウエバーお願いしますみたいな、うん、ハブのイントロ流れて、うん、イントロ前で止まるみたいな、うん、沢城さんにやったのでありがとうございましたみたいな、うん、今井久志さんと交流はありますか。ね、去年のあの、うん、年末の武道館に久々に行きました、うん、で、あの桜井さんがあの、うん、ちょっとライブ飛ばすぐらい、うん、あの体調悪い時があったから心配だなと思ってたんですけども、うん、やっぱ爆竹先輩すげえなと思って、うん、本当に我が道を行っててかっこいいなと思って、うん、僕は専門学校が一緒なんですよね。え、あの日本デザイナー学院で、マジっすか。山田さんが僕の何代か上 で僕とかがバンド好きの人間で集まって、あのまあなんだろう、授業に積極的に参加しない感じのあれな生徒だったんで。ちなみに何系なんですか。僕はですね、編集デザイン科だったんですけど。え、それあの誰もが知ってる学校ですか。東京デザイナー学院っていう、うん、あの無試験で入れる学校なんですけど、でそこでやっぱり先生がお前らみたいなのがね、前もいたんだよ、今井久志って言うなみたいなこと言われたのがすごい印象的で、爆竹とくくられたって思う
すごい。未だに覚えてます。いやでも今井久志ってあの、うん、俺ギター始めた頃からいるんですよ。うん、はいはい、もちろんもちろん。同じ。僕もハリアップモードから買ってますよ。ねえ、ハリアップモードは。太陽レコード。音悪いんだけどいいアルバムですよね、うん、あれね、うん。後太陽に殺されますけどね。いやだから久志って人が最初からいるんですよ。うん、で、まあ芸名っていうのも変だからやっぱり俺、うん、久志って言ってみたいな、うん、もう爆竹先輩はもうずっと背中を見て、うん、越すこともできない先輩として見てますけどね。だからその専門学校で2年連続でバンドをやったんですけど、うん、の時にクラスが V4A っていうクラスだったんですけど、うん、爆竹みたいにほっぺに V4A って書いてました、ね、やっぱみんなやるんすね。俺もやってもらって今メイクしてるまあファツベルのトップのタニアンがずっと BT って書いてるんで、へー、まあ書きますよね。書きますね。久志、うん、さんは髪色変えない？髪色ですか、うんうん、あ、でもね、あれいつだっけな、ファンクラブ20周年の時に、うん、昔やってた久しぶりに青い髪にとかしたりしてますよ。久志、うん、さんは秋元さんとつながりはないの？秋元は安氏？安す？安す先生は知らないですね。うんうん、見ろってやつ一切見てないですよ。さっきコメント無料にあったのに。iPad じゃないんだこれ。落ちてます。落ちてます。そのアイドル紹介してほしい。戦慄かののちゃんいいですね。そこ見たんですか？でもやっぱり一気にテレビ出るっすね、うん、ああいう人たちって。そうなんですよ ね、うん、だってマツコ出てサンジャポ行ってみたいな。普通にマツコのレギュラーになっちゃいましたよね、うん、あとやっぱりちゃんと喋れるっていうのがね素晴らしいですね。まあでも本当に地上波のルールのも何も分かってないし、何するか分かんない子がこうやって地上波に出るんだなっていう、でもドキドキする感じありますよ。めっちゃコメントしっかりしてるみたいな、ね、うん、いやまあね、多分最初にちゃんとね長時間話させたのがこの番組だと思うんですけど。ああそうなんだ、すげえ。多分これをベースにいろいろ広がっていってる。あ、うん、いや面白いっすね。不思議な。ミス ID は分かりますか？もちろんです。おう、うん、もちろんなんだ。まあね、戦慄かののもそうだし、ね、ああそうですね、うん、え、あれってあの経緯とか全然知らないんですけど、うん、どういう経緯だったんですか？もともと戦慄かののっていうのはツイッター上のミス ID、 ミス ID、うん、ミス ID は僕1回目は参加してないんですよ。うん、2年目からなんですけど、うん、1回目はだから本当にミスマガジンがなくなって、ミスマガジン、ミスマガジンって講談社の王道アイドルオーディションがあって、はいはいはい、それから来た人って全然知らなくてごめんなさい。末期だとしょこたんとか、初期だとなんだろうな、それこそ 僕らの時代と雑誌でオーレってありましたけど、あの辺と連動したようなこうあの王道アイドルをずっとフックアップしてたアイドルオーディションがあって、でもでそれがなくなり、まあ、どっちかというとあのそうサブカルチャーみたいな、で最近復活してるんです、まあ、そのミサイマガジンがなくなって講談社が何もやってなかった時に、よりコアな方のオーディションが始まったのがミス ID で、なるほど、ね、1年目の時点でなんかヤンキーとかを入れてたんですよ、うん、ヤンキーとか引きこもりとかを入れてて、うん、で2年目から僕が審査員に加わって、うん、まあ、これもひどい話っていうか1年目の発表会があったんですよ、うん、で遊びに来ませんかって言われて、うん、まあ、僕審査員やりたかったですよって返したら、うん、じゃあやってくださいって言われて、で明日イベントで記者会見あるんでそこで出てくださいってで会見でやってくれって言われて、うん、あいいっすよって言ったら、一緒に出るはずだった人が会見、うん、あのなんだ交通渋滞とかで来なくて、うん、事情のわからない僕が会見する羽目になって僕だけでみたいな何これみたいな会見、いろいろデタラメな、うん、でまあ、そこからずっとオーディションの、いやだからやっぱりててあのそうミス ID っていうのはすごいなんか話題で聞いてたんだけど、うん、風変わりな風変わりです、あの厄介したじゃん集める、なんかバック絡みともあったりとかですね、バック辞めた人が来た、バックっていうか、うん、まあ、あのビスのオーディション落ちたことが、うん、が来たりとかはいっぱいあって、そうですね、うん、そう今年もまた合宿あるみたいですね、あ今あるみたいです ね、うん、でもだから渡辺淳さんがぼやいてたんですよ、うん、昔のビスとかがやってたことが多分今の基準だったらアウトだと思う、うん、でアイドルに負荷をかけることがだんだん問題になる時代になってきて、いやそれこそもう絶
対誰も黙ってないです、うん、コンプライアンス的にはもう。でプルイさんのダイエット企画がやって燃えたりとかいろいろなってる中でまだ何かやってやろうとしてる感じっていう、うん、だって増えるってことでしょ、うん、オーディションやるってことは、うん、ただちょっとねいろいろやり方考えてるわけですか、うん、あのこの前インタビューでしたのがあれですよね、24時間あの配信とかにしちゃうと本来なら見ないでいい人、うん、怒るために見てる人とかが怒っちゃうから、それを映画とかでああいうの場で見せるようにしたいみたいな、お金を払って最近あの映画館でやってるやつ、そうです、そうです、うん、24時間が面白いのにねあれね俺ほんと去年の、うん、ちょうど台湾とかのツアーの時で見てて、うんうん、出番です、ちょっと待ってって今ちょっと面白いから今発表あるからみたいなこんな増え伸びすみたいなずっと見せた俺、うん、好きなジャパコアのバンドを教えてください。ジャパコア、ジャパコアってジャパニーズハードコア、ハードコア今でもあんま、うん、あんま知らないですね、うん、まああの時代の山本って聞いて、うん、俺もう油だことが大好きで、うん、エクスキュートとか最高ですよね、エクスキュートとか公式ブートみたいなのを本人がいっぱい、うん、あの配信で出してて大量に買ってますよ当時の時。あ、マジですか、うん、もうそういう流通がなくて、うん、もう YouTube もなかったんですよ当時は。そうです、聞くの大変でしたよ。大変だった本当に、うん、もうガッサガサのカセットテープですよ、うん、はいはいはい、音が悪いものが流れてきて、うん、でもなんかそれが逆にいいみたいな、うん、ね、うん、多分北海道でいうとケンジの初期スマロコとかのテープとかが、あ、そう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 、最高で、うん、なんかボーイの一口坂スタジオのデモとかがなんかグッタグタのやつが、うん、僕もボーイデモ大好きです。ああ、ね、カウントから入ってるやつ、そうそう、ファニーボーイデモとか、あ、そう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 、そう、セカンドのインスタントラブデモがすごい良くて、そうなんですよ、あれがなぜか流通してる、そうそうそう、すごい。で俺もなんか EMA とかで一口坂スタジオでレコーディングできるんだと思ってここカード、うん、ビクタースタジオとかね、うん、ごさん、ちょっとトイレ行っていいですか。どうぞどうぞ、奥です、二つ先です。その間コメント読んでいきます。吉田真理子好きだったな、はいはい、これですか、もう一個先で す, 奥です。はい、お酒を飲むとトイレも近くなりますというね王さんが猫舌始めるきっかけも聞いてほしい。大したことないですよね、別に深い話何もないですよ。これ好きな声優さんは誰ですか。この間にちょっとプレゼントの確認で。なるほど、はいはい、ランキング1位トップページ一番下にあるお問い合わせにメールください。昨年のプレゼント九太郎さんもメールください。そうか、まだもらってプレゼントの準備はしてるんですけどまだ遅れてないですね。はい、昨年のですね、今日も今4位だったので僕の本とかの、あ、そうなんですか、はい、まだ頑張ってんだ九太郎さん。はい、九太郎さん今日も見てんだったらぜひメールください。それで発送ができるようになります。はい、悪口言ってたら全然何も何も問題ないですよ。はい、3年 A 組面白いですね。あもうデスソースは無理だろうな。やっぱそうなんですかね。どうなんですかね。うん、で渡辺さんが結構本気で悩んでたんですよね。うん、アイドルに負荷をかけるのはゼカヒカみたいな話を僕としたことがあって、うん、あんまりやり取りしないですけど珍しくなんか DM のやり取りで、ずっとどうなのか分かんな迷ってたんですけど、もう一回マラソンさせますみたいなそっちに腹くったかみたいなあ、まあでも映画の流れあって今回、うん、3末からやるとなると、うん、もしかしたら最後かもしれないですね、うん、それが。この前のマラソンも結構大変な状態になってましたもんね。でも偉いのが渡辺さんも言ってるってことですよね、うん、やっぱりちゃんと、うんうん、朝からちゃんとやって、はいはい、夜までやってみたいな、うん、本当好きじゃないとできないなと思って、うん、まあ、アイドルって負荷はかけないに越したことはないんだろうけど、うん、ゼロは良くないと思うんですよ、うん、ある程度の負荷は必要で、うん、でかけすぎると問題になる。この辺の結局塩梅の問題になっていくんだろうなっていう。あ、そう、うん、最近そんな話をしてて、うん、何ミツバチの更新でもなくて、あのギターですっげえ速く、うん、あの 800bpm とか、うん、じゃあ俺は 1600bpm をやるとかっていう、うん、あの動画があったりするんだけど、うん、やっぱり一つネタを上げると、うん、そのみんなこう
それに対して努力するっていうか、うん、一つコンテンツを上げると、はい、じゃあ私たちはあの100キロ 何分で走りますとか、うん、なんか自分からクリエイトするんじゃなくてやっぱりこう、うん、なんか問題提起するとこう、うん、みんな熱くなるんだな、うん、だってそんなギターって早く弾かなくてもいいけど、うん、そういうあの舞台があるんだったらやるみたいな、うん、意外とその0から1にするっていうのが難しいのかなと思って、ね、1回1ができてたらそこからみんな分かってくるけど、だからその0から1にする人っていうのは俺やっぱりクリエイターのトップかなっていうか、うん、面白い人だなと思うし、うんうん、バンドもそうですよね、だって、うん、あの8ビートとかリズムがあって、うん、ベースがあってギターがあってっていうやっぱり本当に大先生たちがたくさんいるわけですよ、うん、これ以上リフってできねえんじゃないかってぐらいリフって生まれてて、うん、でそっから今から生む音楽って大変かなと思うかもしれないですけど、やっぱり俺今月元旦からずっとレコーディングしてるのがやっぱりすごく楽しくて、うん、まだまだない音楽、うん、音符ってあるんだなとかすごく思ってて、うんうん、なんか本当にクリエイトすることが面白いと思うんですよね、うんうん、なんて、まあ、摩擦を起こしてこう、うん、新たなものっていうかね、うんうん、インディー時代の台湾相手で印象に残ってるバンドはありますか？ですね、これよく MC とかも言ってるんだけど、うん、大阪に GREY っていう、うん、グレイっていうバンドがもう一ついてで、よく面白がって台湾とかさせられて、うん、で、俺らより全然上手かったの、彼らの方が、うん、動機とかバリバリ入ってて、うんうん、で、1993年の10月もその、うん、対バンだったから、そっちのグレイが、うん、ヨシキさん見に来たのかなと思ったら、うん、こっちのグレイでしたみたいな、そういう話もあった、うんうんうん、対バンでしょ、うん、アンチドクとかで無茶な対バンとかあったんですか？いや、ないです。意外と厄介な、うん、やばそうなバンドとは組まず、ないですね、うん、大宮フリークスってライブハウスが昔あって、はいはい、そこでね、あの、うん、ラルク・アンシェルと対バンしたことがあって、うん、へー、ラルクかっこいいなーっていうふうにグレーメーバーがずっと見てたって。ゴーさんの第一印象はどうでしたか？ゴーさんはでもなんかプロレスだなって、うん、プロレス、何やるにしてもプロレスなんだな。そうですね、うん、発想が全部それだと思います、ね、そうですね、うん、全てをそう転がしていくっていうか、うん、俺あのギタリストの、 あの元シャムシェイトのダイダ君に、うん、あの、うん、プロレス行こうよみたいな感じで言われて、うん、なんか東京ドームの0列目とかになんか、あの人もやっぱりすごいあるから、うん、あ、そうか、ありましたよね、うん、いろいろつながりで、うん、俺プロレス見んなでもなんかデリファンク以来だみたいな感じで、最初に買ったレコードがね、そうですそうです、スピングとオリンピックですからね、で、うわこんなすっごいなと思ったら、うん、いきなりステージから、うん、あの安いテーブルあるじゃないですか、はいはい、あそこにドーンって、うん、人が落ちてきて、うん、俺この人死んだと思ってそのあの、うん、なんだ、潰れる用のテーブルって知らなくて、はいはい、うん、テーブルによってあのダメージを吸収するという、うん、そうですよね、うんうん、ですごい世界だと思って、うん、ね、なんか、うん、あれファンクスが、うん、あのなんか余興でやるライブ、うん、あれ、うん、プロレスだったんですよ、それが、うん、おうおう、うん、てか結構でかいところで、はいはいはい、スーパーアリーナとかでやってたもん、うん、おじいちゃんだと思って、あドリーファンクだと思ってドリーのおじいちゃんぶりちょっとすごいですからね、当時からなんか当時からおじいちゃんだったけど本当におじいちゃんになったままやってるよっていう、うん、武道館アイドル博今年もあるなら久しさんに出てほしいとか、え、そうなんですか大変ですよ、あれは。トミーさんから言われるんですか？トミーさんから言われるとノーと言いづらい空気になるらしいですからね。やっぱ怖いんですか、トミーさんは。トミーさんは、でも会ったことないですよ、実は。そうなんですか、うん、接点ないですか？ね、実は会ったことなくて、タクロとかも全然会ってるんだけど、うん、まあでも、デュラングレーとかね、やってるし、うん、すごい人だな。
過去のやばい話も散々トミーさん本人から聞いてはいるんですけど、うん、その後でこうやってアイドルイベントの仕事とかをトミーさんから頼まれるとしみじみするんですよね。え、ほんとですよね。俺もなんか、うん、あーって聞かないふりした怖い怖い怖いと思ってねえ、ま、だって俺だって激突飾ってた俺、はいはい、ファンの一人だから、はい、もうフルズゲットラッキーフルズゲットラッキーも超良かった、うん、最高ですよ。金森ホルムいたしな俺、うん、やっぱ基本があの人もパンクですからね。そうですね、うんうん、パンクでデストロイの人なんで、うん、はい、次誰ですかゲスト。おお、まあね、決まっているんですけど。決まってるんですか。もう行っちゃいますかね。はい、だってもう終盤ですよ。はい、はいはい、終盤ですよ、うん、次回のゲストは、ですね、次回1月22日火曜日はメゾンブックガール小正寺めぐみさんです。小正寺さんの話題がよく出るんでね、さっきお話出ましたよね。そうなんですよ、まあ、いい流れで小正寺さん幻想っていうか、小正寺さんが誰とでも仲良くなる最後の話です。いろんなアイドルと話してると一番仲いいの小正寺めぐみっていう人がすごい多くて、どうなってんだっていう。あ、でもツイッターフォローしてるんだけど、うん、全然合わない人だな。社交性モンスターなんですよ。アイドルの横のつながりが異常な人。そうなんだ、うん、前にインタビューで結構いろんな話したんですけど、うん、結構事務所的な原稿チェックが厳しいんで、結構カットになった部分が放送だと生きるだろうなという期待に来てます、ね、絶対カットしない方がいいってあれは。そうなんですよ、うん、難しいんですよね絶対。まあでも、うん、ここの方が危ないですよ、うん、だってこれ動画で残るでしょ。そうです、もう拡散されます。もう消えない動画なんかないから今ねえ、だから成立可能な時に唯一言いましたからね、うん、あの普通に放送記事録行ったんで、すいません、あのこれ動画上げる時はここだけを処理していただけると助かりますっていうだって普通に闇が深いもんね、あのそうですよ、グループ犯行グループとかねまあ普通に事件の話ですからね。もう笑っとこうかなと思って笑いながらも、まあ、最終的に反省があるのでっていうね。いやもう唯一のパターンだと思うんですよ。あの途中であの事件の話とかすると引くみたいな、すいません、この後必ずバチ当たるのでもうちょっと我慢してくださいっていう。だから、うん、ちょっと問題があった人も俺、うん、反省して謝って復帰すればいいのにって思う人も、うん、今年入ってから何人いるんだけどな、うん、いっぱいいますよね、うん、いやそれは芸をやめなくていいと思ったすごい思います。スリーアウトまで、ま、ねえ、ね、本当ですよ。いいじゃないですか、ワンアウトでアウト、ね、もうチェンジはないですよっていう、うんうん、もうちょっとっていう。すぐ忘れるか、あデリケートな話ですよ結構こういうのがダメなんだでもどうさん、うん、俺結構ね、あの、うん、入って早々、うん、並べてくれたんだなと思って、グレーの本がそこにあって、ああちゃんとありますね、ね、はいはいはい、教会から、うん、絆から、うん、あ、そうだ、今ここじゃ言いづらいですけど、そうですよ、ね、あれは知ってるんですかね。え、あのグレーの本を書いてる人の息子さんがアイドルの運営やってることは知ってるんですかね。え、なんすかなんすかそれ、なんすか。後で説明します。あ、わかりましたそうですよ、いろんなことがあるんですよ。なんだろう、うん後ほど説明します。これはあまりもやる超もやもやするあ、合ってますね、2回あ、告知しないと。いや、いいっすよ、告知だけ。よくないですよ。告知することいっぱいあるんですよね。え、何があるんでしょう。うん、確か、ユニットの話と、あ、はいはい、25周年の話かなんかじゃないですか。確か、聞いてますよ。そうですね、その2つです。うん、その2つですよ。最初のページにありますけど、25周年、うん、グレーです。グレーさん、デビュー25周年。イースオブステージ。ユニットの話と。それこそあの、うん、大好きなマットカプセルマーケットの元勝さんと夢のようなコラボバンドを実は何年前からやってて、ベースが時計さんだったりとかして、はいはいはい、それが久々に活動再開するんですよ、はいはい、うん、でタイトルが、フォーリアルというね。これは元ネタはあからさまにマニックストリートプリーチャーズです、ね、はい、その通りですいや俺フォーリアルって倒す本当なんか宝島かフールズメイトかなんかで見て、うんうん、インタビュー中にね、うん、掘ったんですよ。お前らはいろいろなんかでかいこと言ってるけど、どうなんだみたいなこと言った時にナイフで腕にフォーリアルと、ね、多分こうフォーリアルってタイトル見た人は、うん、あ、マリックスねみたいな、うん、本当に今どこにいるんだろうねみたいな感じ、失踪しちゃって ねそれっきりな、うん、僕初期マニックス大好きなんですよ、うん、ファーストアルバム以前のシングル、あ、超好きで未だによく聞いてます。でも
あの後も本当に曲とかはすごく、アルバムもすごい好きです、ね、すごく良くて、うん、普通にいいバンドになって、ホリーバイブルとかすごい、うん、なんかめっちゃあの頃聴いてたなと思って、うん、っていう、うん、まああの、うん、4枚目じゃないですよ、はい、4人のリアルってことで、はいはい、ファーストアルバムが出て、うん、ファーストツアーがゼップで行われます、うんうん、詳しくは、はい、ホームページを見て。グループ名はモーターヘッドですかね。モーターヘッドです、うん、でも俺モーターヘッド知らなくて。そうなんですか。うん、ヒデさんの、うん、あのジョーカーっていう曲の中で、うん、エースオブスペースっていうタイトルが、うん、あの言葉があって、それで、うん、スペードのエースかと思って、うん、隠語でもたくさんあるんですけどね、いろいろね、うん、でもかっこいい言葉だなと思って、うん、まあ TAKAHIRO っていうあの、うん、EXILE の TAKAHIRO っていうのが、うん、スペードのエースかなと思って、うん、つけました、はい、それが2月の末からあるんですけども、うん、まだ何も決まってないです決まってないよね多分アルバムだけのライブやったら、うん、そんだけって思うから、うん、いろいろやんないといけないなと思っていろいろ考えてますんで、うんうん、というのとグレーですか。グレーのグレーはね、この番組でグレーの告知をするっていうのが新鮮ですけどグレーは何言ったらいいんだろう。25周年でホールツアーやるってことかな、うん、っていうことですか。うん、うん、これ延長とかないですか。全然あの多少は大丈夫ですけど。あ、じゃあ5分ぐらい延長しましょうはいはいはい全然大丈夫です。何でもフォーリアルの由来は拓郎さんが教えてくれました。マジですか、うん、そうリーダーね、ちゃんとね、うん、そういうところにしつかえ、でもフォーリアルって言ってみんな、うん、マニックスねみたいな人ばっかりだから俺嬉しくて、うん、数字の4を使われた時点でこれはってなりますよね。なんかね、北海道でフォーリアルっていうねカーリングチームがあるみたいで。そうなんですか。これ競合しないかな、やばいだろうな検索したらそっちがっていう。すぐ検索するから、ね、へそうですよ。モータウンジャンクとか大好きですよ、未だに。初期シングル、あーいいね、うん、なんか結構、うん、あのえジェームス、うん、ボーカリストのジェームスが、うん、ギター超うまいんですよ、うん、ギタリストになくても大丈夫みたいな感じ、うん、マニックスでも見に行ったことないんだよな俺。さすがに音楽深い話が出る。深いというか、まあ、偏った話ですけどハードコアパンクからメタルから1万8000いっちゃいましたよ。すげえな、さすがです、はい、なんかもっと聞きたいことないですか今。多分全然なんか書き込んでること読んでないから、うん、宇宙天のギターの人が専門学校の担任の先生でした。うんコウさんか、ハッカイズ、うん、ケラさんと一回ねライブやってましたよね。ああそう、ロフトでやりましたね、うんうんうん、嬉しかったな。もう全部夢で叶えてる。もうラフィンのステージ出たし、僕もだからラフィンは一番感慨深かったのが、うん、僕とかオキテポルシェとかがラジオのイベントを阿佐ヶ谷ロフトでやった時、あんな終盤で普通のビールだったらあります。あ、ビールです。あのビールだったら奥にあるんでちょっと意外と小さい、あの超小さいんですよこれ。しかも北斗の剣のっていうこれあの美容液とか入れるやつですよお風呂の近くに置くやつあのチャーミーさんが一回僕がやったラジオのイベントに来てくれたんですよ。ラジオのイベント、あの TBS ラジオ絡みのトークイベントに来てくれて、トークイベント来るの初めてだってチャーミーさん言ってて。いつぐらいですかそれ。7、8年前かな。あーでも、うん、最近そう来てくれて、で全然 TBS ラジオチャーミーさん聞いてないから分かんないんですよ、うん、分かんないのに、分かんない話があると全部周りのお客さんに聞いて、うん、事情分かってから爆笑してて、今日初めて来たからおもろいわってそう、それが考え方だった。チャーミーさんのためにチャミさん向けの前説を30分くらいやったんですよ。チャミさんに分かるようなトークをっていう。これでよければいいです。あ、もちろん、はいはい、矢沢さんいただきますっていいんですあ、そう、僕が A ちゃんの番組出たことでもらってください。あ、そうで、あ、そう、うん、その魔物の話で言うと、うん、この前、うん、夏の夏の魔物で、はい、上野浩二さんにバックステージで、うん、久しい、うん、お前が来る場所じゃないって言われて上野さんが来る場所でもない上野さんと俺実はあの爆竹のトリビュートバンドで一緒にやってるんですよ、はいはいはい、2000何年か、うんうん、
上野さん、俺上野さんのベース大好きで、うん、なんてかっこいいんだろうと思って、うん、上野さんもなんか長くて、うん、まあ、うん、飲みつながりですよね、うん、ミッシェル系は僕あんま接点なくて、うん、千葉さんだけ一回インタビューしたことあるんですよ、うん、それが、なんだっけな、ロンドンナイトの特集を雑誌でファッション誌でやるから、でそれの話を千葉さんがしてくれるからって言われて、わかりましたって言って千葉さんのインタビューしに行ったら、ロンナイあんま知らないんだよねって言われて誰だこの企画組んだのって困ったっていう唯一の説明。ロンナイト、うん、長い、俺も一回だけ出たことあるんですよ。そうなんですか、うん、うん、鹿児島だよねあれ、うん、そこそひごちゃん、ひごみさす、はいはいはい、うん、熊本だ、うん、あ、そうだ熊本だ、うん、うん、大貫さん、そうそう、大貫さんになぜか僕結構気に入られて一回インタビューしてくれた。いや、そりゃそうでしょ、大貫さん伊藤聖子さん、あの二人に気に入られてるのは結構僕の自信で、うん、完璧じゃないそれ、もうそうそうそう、両サイド押さえたぐらいの巨匠じゃないですか、ね、巨匠ですよ。大貫さんの最初取材に行った時に印象深かったのが、大貫さん実家なんですよね、うん、あのぐらいの位置にいても、うん、お母さんと一緒に住んでて、電話するとお母さんが出るっていうのマジっすか、そう、大貫さん、大貫さん電話したらお母さんが出たぞっていう取材に行った時も実家でしたよあの頃のね、パンクを知ってる、うん、メタルを知ってるみたいなね、うん、そう、伊藤聖則さんと最近もイベントやって、あ、マジっすか、面白かったですよ。聖則さんにメタルの話一切聞かないで、うん、伊藤聖則さんが芸能界で売る、あの、なんだけど、なぜか秋元康に気に入られて、あの夕焼けにゃんにゃんとかに出てた時代、そうだ、そう、うん、えらい気に入られて、で当時、え、あれって先生に気に入られてって、ね、うん、そうなんですよ。え、だって土屋まさみさんも出てた、そうです、そうです、うん、な結構秋元さんの壺に入って、で当時伊藤聖則さんが持ちネタにしてた決めフレーズがあって、うん、それを秋元さんが気に入ってトンネルズの歌の歌詞に使うとか、めちゃくちゃ見てましたよ、えらい連動してた時期があったらしくて、うん、そういう、なんだろうな、何か伊藤聖則がおかしたことになってた時代だけを掘り下げるってのやってて、うん、めちゃくちゃ面白かった。多分一般人も伊藤聖則って知ってた、知ってた時代があるんですよ、うん、時代三宅裕司さんが月木で日本放送で番組やって、はい、金曜日が伊藤聖則だったんですよ。あ、え、流れで聞いちゃうんだ。流れだったんですよ。あの同じ番組だったんですよ。惰性で聞いちゃう。そう。だから、あの同じ枠の同じ番組のそう、週末だけは伊藤聖則みたいな。でも俺、FMG の、うんうん、ずっと番組レギュラーでやってて、俺の後が聖則さんだったら、うん、だけです。でも高まりますよね、やっぱね。やっぱペアロックとか見てた世代からすると、伊藤聖則だっていう。でも、この枠も、うんうん、なかなかの番組ですよね。うん、堀井くんとかやってるでしょ、うん、ああですね、うん、あの他は結構いろんな人たちが、前田くんもやってるでしょ、やってます。俺去年の仕事始めが、うん、堀江万博だったんですよ。ああ、だから、はい、天才万博ですかね、割とあの、うん、イレギュラーな今年も始まり方だったなと思って、うん、はいはいはい、非常に楽しく終えることが、うん、できました。ホリエモン番組もあるし、キングオブ西野さんの番組もあるし、ああそうだそうだ、西野くんもいいよね。ある中で多分明らかに一番知名度がない、ここでどう戦うかっていうのをずっとやってる番組です。いや絶対面白いですよ、そのあの内容の濃さで戦うというやり方をして、原稿チェックないですからね、これね。そうなんですよ、うん、で一応あんまり表には出てないですけど、基本秋元康さんが企画みたいなものではあるらしくて、え、これこの枠もともと関わってたらしくて、じゃあちょっとやってよねそうなんです。その秋元さん的にこの日が一番面白いって言ってもらったっていうのをちょっと裏で聞いて、やったっていう、すごいあの自分なりの戦いはしてきたぞっていう、うん、そういう感じですよ。あとちょっとで今もうすげえな、19,500いっちゃいましたよ。異常です。新潟でもね、いろいろね拾いづらいやつですよ、うん、NGT の運営要望とか。皆さん、ゾンビ曲の続きありますか？閲覧数やばいっす、はい、面白いですね。あのリアルタイムって面白いですよね。あと東京セックスピストルズの面々にインタビューお願いします。おお、うん、ヒカルさんとかですか？酒井浩和いや、なんならこのスマートフォンのポテンシャルってすごいですよね、うん、こんだけ世界に発信してっていう、うん、ねえもうダメだみたいなプレッシャーとかないですからね、これゆるゆるですからね、うん、やっぱりスマホの能力ってすごいと思うんです。スマホで自宅というこの、ね、何ら気負わない自宅感、そして僕が多分勝手にやってることですけど、まあね、
違法アップロードも黙認システムという。いや俺結構ね黙認なんですよ。そうなんですか、うん、だって、うん、広がった方がいいじゃないですか。そうなんですよね、うん、それによってリアルタイムで見た方がいいと思ってくれる人が増える方が嬉しいわけで。そう、俺だから海外のライブとかで、うんうん、あの来日公演とかある時に、はいはい、どんな曲やってんだろうって、うん、あっちってもう大体みんな撮ってるじゃないですか、はいはいはい、あセットリストとこんな感じなんだと思って、うん、日本は、うん、あのまあアイドル、うん、動画 OK あれダメとかはいろいろあるかもしれないけど、うん、でもこればっかりになってもね、うんうん、でもね確かにある程度の黙認の方が広がると僕は思ってますよ、うん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 、あまりにも違法アップロードか、ね、取り締まるの分かるけどそれによる広がりも絶対ある。俺らあの、うんとEMI、うん、栃木 EMI の時にコピーコントロール CD ってのやってるんですけど、うんはいはいはい、もうザルみたいな話ですんで結果うちの母親から、うん、今回の CD 音悪いって言われてお母さんおかんに怒られて終わりっていうまあね、あれもすぐ終わりましたからね、ねシステムもだからもうあの、うん2000年代の MP3 問題とか、うん、WinMX とか、うん、あの頃俺ら、うん、俺は俺らじゃなくて俺は面白いもっとやれと思ってて、うん、でもメタリカとかオフスプリングとかもう番組やってて、はいうん、まあこういう時代来るんだろうなと思いながら、うん、我々いろいろなんか策を練ったんだけど全く意味なかったなっていうのが、うん、すごくなんか今色褪せて目に映るな、うん、こんだけサブスク当たり前な時代になって、ねうんうん逆になんか、うん、あの SNS で言ってくれよみたいな、うん、こっちが言っちゃうみたいなね、うん、サブスク当たり前の時代になるとサブスクにない音楽をどう探すかみたいな感じに僕はなってますね。あ確かに地下の音楽とか地下アイドルの曲とかは当然ないんで、うん、いやそれこそ郷さんの本とかって電子になってないじゃないですか、うん、ならないんですよ。あそれなんだよなそうなんですよ、うん、特に老眼の人からよく言われますよ字が小さいから電子にしてくれるみたいな。いやでも俺の周りの人はやっぱり、うんうんいや本でしょみたいな、うん、本で買わなきゃっていうふうに言われて、うん、確かにそうだなと思って僕もまあ CD を未だに買い続けてるのはそういうのはありますよね。やっぱりなんか Amazon で買ってもここに Kindle って出てたら、うん、Kindle っておっしゃるけど、うん、でもやっぱり本だな、うん、本ずっと前から好きだったしみたいな、うんうん、どっちもなんですよね。まあそうですね、うん、僕だから雑誌は電子でいいかになりながら。あそうなんだ。単行本はやっぱり残したいから紙で買うみたいな感じです今は、うん、なるほどね、うん、だからあの俺これ言ったらすごく、うん、お前もかって言われるんだけど、うん、寿司アカデミーとかっていいじゃんみたいな、うん、堀江君の施設って俺、うん、一理あるなと思うんだけど、そんなに職人が何年まで、ねうん、でもテープ、ね、その古き良きも絶対いいわけで、うんうん、だからどっちもあのいいところだったり得意なところだったり、うん、自分の塩梅でやればいいじゃんみたいな、一方に流れすぎる必要はないんですよね。なんかみんなこう向きになりすぎて、うんうん、あの嫌いだったら、うん、前澤さんとかフォローしなきゃいいじゃんみたいなかわいそうですよね前澤さんね、うん、俺全然、うん、あのすげえゾゾタンブ使うし、うん、使う、うん、そのサービスがなくなったら嫌だなと思うし、うんまあね、やっぱりねもともとちゃんとね、うんあのメロコアブームーブメントの中から出てきた人というバンドやってたリスペクトがありますからね、うん、スイッチスタイルの人というのが僕の中であるんで、ゴリラビスケッツからね、あのスタートトゥデイという会社名がゴリラビスケッツが来てるとかがあるとあなるほど、ね、やっぱりどうしてもベースは、うんね、近いところから来た人だというリスペクトがどうしてもありますからね。多分やっぱりね、うん、あの新しいものは脅威だと思うんですよね、うん、でクラウチングスタートって今では当たり前になって、うんうん、ことをみんな 笑ったけど、うん、やっぱみんな猿みたいにそれに従いみたいになっちゃうし、うん、だから新しいことやる人ってすごく難しいと思うし脅威だと思うんだけど、うん、やればいいと思う。2万いきました。あーったー2万ってすごいですか。すごいです。うーんなかなかなんですよ。やっぱり乃木坂と指原さんの曜日だけは別格で3万4万いくんですよ。これ前田君に言った方がいいんですよ。他のは数千なんですよ。で僕のが大体1万ぐらいという間で検討してたんですけど、今日はそのいつもの倍いってます。いやこれちょっとあの、うん、グレイファンっていうより、うん、吉田豪ファンとかが混ざってるんですよね。アイドルファンとかに見てほしいですよね、基本だからこの番組がやっててよかったなと思うのが、うん、それまでそんなに興味なかった人も2時間
やっぱりどんな番組でも20分ぐらいしかやっぱ尺って2時間話さないとダメですねこれ。2時間フリートークってまずないんですよ、うん、2時間好きに話す場がないから、2時間話すと特に先日かなのなんかそうだったんですけど、うん、あの人の人生を20分でまとめるとやっぱり誤解が生まれるんですよ。1時間半 かかるかもしれない。あれ最後の30分が そう家庭環境があって不良化したのがあって構成があって現在みたいな、30分ぐらいずつ話さないと誤解は解けないっていうのがあるから、やっぱりこのね、ゆるゆく2時間話すっていう重要なことですね。劇場版3つ見るより、地上波で実話みたいなね。地上波全話見るみたいな。MP3 とかもいらない音カットされるから、それいる音なんだよって。はいはいはい、わかりますよ。ね、富野監督が音変えるけど、そうゼータ前の方がいいよみたいなのがありますからね。でもやっぱりこれ見てる、これから出たいなとか人は2時間意外とあってますよ。そうです意外と2時間どうすんだって言ってる人も意外となんとかなるって毎回全然なるし、そうなんです、コメントもあるし拾ってるだけでも全然つうか結構いいコメントです。いいパスくれる人いますね。困ったことにゲストの人みんな好きになってしまう、本当そうなんですよ。それを目標にやっていて意外とそうなっているっていう、それがね、いやこれはまあやっぱ聞く力ですよこれ、うん、全然ただの雑談ですよゆるゆるですよ、インタビューじゃないですもんそんな感じですかね。パーカーの1位の方、お決定です、読み上げていただけますか、はい、一番上の方ですね、はい、ミッチー、はい、今ペンパちょっと待ってこれ名前がやばいっすよ。そうなんですか、うん、やばい人これ最後まで名前って見れないですか。ミッチーとヤンドルが好きになる、うん、ヤンドルってアイドルがあるんですよね。ヤンドルっていわゆるちょっとガチで病んだ感じの方々を集めたら、ガチで病みすぎてるから大変なことになったという運営の人が愚痴を聞いたことなんですよそうそうそう、ヤンドル今ね頑張ってるんですよ。ヤンドルすごいんですよ、うん、本当に病んでる人集めたら、病んでる人集めたせいでライブの途中でマイクでいなくなることができてっていうやっぱり病んでることには理由があったってぼやいてましたねまたまたあれですよね、アヤマンのメンバーなんですよね。そうですよ、うん、やってるという、アイナがやってるという、はいはい、でもこの後がね俺読みたいんですよ。ヤンドル長の後が読めない、長瀬じゃないかな、うんうん、ちょっと出ますかね、来てないかな、これちょっと横にしてみます、ね、あ、なるほどね、縦型、はい、ツイッター鍵垢だった俺鍵垢の人嫌いなんだよな鍵垢ってっていうまあいいや、そんな感じですね。すぐ絡んでアカウントなくす人とか大っ嫌いなんだよ結構いますよ、最後まで戦えよ、まとめて1位おめでとうございます。あなたに M サイズのパーカーがいきます。あ、もう終わりなんですか。終わりますよ何行かないとまだやるんですよ。あと昨年のプレゼント Q 太郎さんもメールください、はい、待ってます。お願いします。一回閉めますかね。一回閉めます。そんな感じで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。